こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、恐鳥類って聞いたことあるか？恐竜なら知っているけど、恐鳥類って何？プテラノドンみたいな飛ぶ恐竜の種類ということ？プテラノドンは翼竜と呼ばれていて、恐竜でも鳥類でもないぜ。それに、恐鳥類は飛ばないんだ。だけど、まるで恐竜のような姿をした鳥たちだ。飛ばないけど鳥の仲間？そんなの恐竜時代にいたかな？恐鳥類は、ティラノサウルスなどの恐竜が絶滅した後の地球を支配していた鳥類と言われているんだぜ。鳥が地球を支配した時代があったの？恐鳥類は何千年もの長い期間、地球の生態系を支配し続けていたんだぜ。だけど、恐竜時代の方にインパクトがありすぎて、もったいないことにその知名度はとても低い。一体どんな鳥類だったの？では、今回は、恐鳥類について基本情報から、なぜ彼らが地球を支配していくことができたのか。また、彼らの不思議な進化の謎について探ってみよう。なかなか知る機会のない恐鳥類の仲間たちについても紹介するので最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってね。恐鳥類と言われると、まるで恐竜の時代にいた生物の一つの分類かのようにも聞こえるけど、これは恐竜の時代にいた生物でも、生物学的分類でもない。まさかだったよ。なんとなく姿や生態が似ている生き物の総称なんだ。なんとなく似ているだけ？そんな曖昧な生き物なの？ただし、共通することがある。恐鳥類とは、鳥類の中で地上に進出し、祖先の獣脚類と酷似した体型、生態を得た種族のことを指している。現在は全て絶滅している。獣脚類って恐竜のことだよね？一番有名な獣脚類といえばティラノサウルスだ。獣脚類は二足歩行をして、陸上で生活する、肉食性の恐竜のことだぜ。恐鳥類はそんな獣脚類に似ている体と生態を持っているということ？以前は確かに、肉食性であることも定義の一つとなっていた。でも、最近は研究が進んで、草食の恐鳥類がいるとも考えられているんだ。ただし、大部分の恐鳥類が肉食性だ。そして二足で歩き、飛べない鳥なんだ。他の生物種のグループみたいになんとか目とか、なんたらかとかじゃないんだ。いろんな地域や、いろんな時代、いろんな系統の種から発生しているので、一概に何かというくくりはない。このように、恐鳥類は特定の種の生物を指しているわけではないので足したようだぜ。そんないろんな種類の生物だけど、見た目の特徴は同じなんだね。大きな頭とくちばしを持ち、恐竜のような巨大な体で、筋肉質な太い足をしている。随分ダイナマイトバディな鳥なんだね。大きさはどれくらいなの？化石などから発見されているのは、体高で2メートルから3メートル、頭部だけでも大きい種類だと70センチメートルもあるぜ。そんな見上げるほど大きな鳥だったんだ。最近は恐竜にも羽毛が生えていたなんて言われているけど、大型の鳥類である恐鳥類も全身が羽毛に覆われていたぜ。見た目だけなら羽毛が生えた恐竜と、恐鳥類はなんだかよく似ているね。それに加えて太い足には鋭い爪、頭には先の尖った大きなくちばしもついていた。これだけ危険な武器を持ち合わせているので、かなり凶暴だったことは想像つくだろう。恐鳥類は英語でもそのまんまテラーバーズと呼ばれているぜ。名前にたがわず、やっぱり恐ろしい鳥なんだね。そもそも、恐鳥類はなぜ生まれたのか、どうしてここまで大きくなったのか気になるな。そうだね。恐竜が絶滅した後に登場したって言っていたっけ？もしかして、恐竜たちが絶滅した隕石の衝突に関係があるのかな？一般的に恐竜は6500万年前に起きた巨大隕石の衝突が原因となって、地球の環境が変わり、その変化に対応できずに絶滅したということになっているな。巨大隕石が衝突したことで、地球が氷河期になっちゃったんでしょ。暖かかった時代に生きていた恐竜たちは寒さに耐えられなくて絶滅しちゃったんだよね。確かに気候変動に耐えられなかった種類もいるけど、正確に言うと、恐竜の大量絶滅は氷河期が原因ではないんだぜ。え、そうだったっけ？巨大隕石の衝突によってできた塵が地球を覆ってしまって、太陽の光が届かなくなったことで、植物が育たなくなってしまった。大きな草食恐竜たちを支えるほどの餌がなくなってしまったわけだ。やがて草食恐竜を餌にしていた肉食恐竜にも影響していき、最終的に恐竜たちは絶滅したんだぜ。そうだったんだ。だとすると、小さな体の生物たちなら、恐竜ほどたくさんの餌は必要なかったし、実はそれほど困らなかったのかもね。大量絶滅時代を生き残れた動物たちには、地中にいるような昆虫やミミズを食べていた種が多い。彼らは食料の影響を受けなかったから、生き残ることができたんだな。鳥類もそのうちの一つだったぜ。彼らからしてみれば、なんで恐竜が急にバタバタ死んでいくのか不思議だったかもね。鳥類の場合は、空を飛ぶことで安全地帯に身を潜めることができたため、
巨大隕石の影響も逃れることができたとも言われている。あれ？でも恐鳥類は飛べない鳥だったんじゃないの？その続きがある。隕石による天変地異が収まると、恐竜がいなくなった世界を生き延びてきた鳥たちはどう思っただろうか？恐竜いなくてラッキーとか思っていたかもしれないね。地上は、かつての恐竜時代とは全く違った、とても安全な場所となったんだ。すると、恐竜から逃げる必要がなくなった鳥類の中には、空を飛ぶことをやめてしまった種類が現れ始める。それが恐鳥類の始まりってこと？鳥って好きで飛んでいたんじゃなかったんだね。そして、隕石衝突後に地上に一番に進出した一部の鳥類は、まるで恐竜時代のティラノサウルスのように、地上の生態系のトップに君臨するように進化を重ね、飛べない肉食の巨大な鳥、恐鳥類となっていったんだぜ。ひゃあ、それで鳥が世界の頂点になっていったんだ。鳥類に支配されていた時代があったなんてびっくりだね。そんな恐鳥類の生態について見ていこう。先ほども説明した通り、恐鳥類は大きな体に、大きなくちばし、さらに鋭い爪まで持っていたぜ。当時生息していた哺乳類を中心に餌としていたようだ。せっかく世界には恐竜がいなくなったというのに、次は恐ろしい鳥たちが我が物顔で支配する世界に一変してしまっただなんて、小さな動物たちにとっては、どちらの時代も生きた心地がしなかっただろうね。その狩りの方法も残忍極まりなかったと考えられている。強靭な歯のような爪で獲物を押さえつけ、全く身動きが取れなくなった獲物めがけて、その大きな頭についた、鋭い斧のようなくちばしを獲物に打ちつけるんだ。ぎゃあ、この凶暴なくちばしでつつかれたら一撃で死んじゃう。この筋肉質で丈夫な長い首をムチのようにうまくしならせながら、2、3メートルの高さから打ちつけられれば、狙われた動物たちは太刀打ちできなかっただろうな。怖すぎ。恐鳥類はこの巨大なくちばしで何度も連続で攻撃できたそうだぜ。想像するだけでも恐ろしすぎる。さらに噛む力も異常に強く、ライオンほどの噛む力があったのではないかと言われている。さすが、恐竜がいなくなった次の時代の覇者だね。ちなみに、恐鳥類はパワーだけでなく、その太く長い足を使って、走るのも速かったようだ。時速 50km ほどで走れたようだ。鳥なのに飛ばずに走るのが得意なの？ダチョウみたいだね。そんな当時は最強肉食生物であった恐鳥類だけど、近年では恐鳥類の中には草食性のタイプもいたのではないかという意見も出ている。速く走れて、鋭い爪があって、噛む力も、つつく武器も備えているのに、まさかの草食？それはないよねー。アメリカで発見された恐鳥類の足跡には、特徴となる鋭いカギ爪の跡がなかったというぜ。種類によっても装備が違うということ？また立派な太い足があることから走るのは速かったとされているものの、筋肉のつき方やその巨大な体では、高速で獲物を追うには無理があるなんていう意見もある。さらに、ある恐鳥類の骨に含まれているカルシウムを分析すると、現在の肉食動物に見られるような、肉を食べていた形跡が見られなかったというんだ。骨から肉食が草食かまでわかるの？ヨーロッパに生息していた恐鳥類の一種であるガストルニスカの化石を分析したところ、骨の成分に草食動物と似た特徴が見られたんだそうだ。骨の分析結果というのは確かに有力な証拠だけど、だとしたらなんで、くちばしはそんなに硬くて大きくなっていったの？もしかしたら、その鋭いくちばしは硬い木の実の殻を砕いたり、植物の茎を折ったりすることに使われていたかもしれないな。そんなの全然怖い鳥じゃないね。このように、恐鳥類は凶暴な肉食動物であったとする説と、草食動物であったという説、両方唱えられている、かなり特殊な存在であるようだな。恐竜でも肉食と草食がいるからね。種類によって違ったのかもしれないね。真実が気になるね。恐竜の絶滅の後にあたる新生代の初期、両新生から四新生の地層から、恐鳥類の一種ガストルニスカの化石がヨーロッパ各地で大量に発見されている。大陸の移動に伴い、中にはアメリカ大陸で繁栄したものもいたようだ。昔は大陸も今と違っていたからね。北アメリカ大陸では、バトルニスカの種をはじめとした恐鳥類が繁栄していた。こちらも3700万年前から約2000万年前まで繁栄を続けたぜ。長い期間繁栄していたんだね。南米大陸では、フォルスラコスカの恐鳥類が2300万年前から500万年前もの長期間にわたって生態系の頂点に立ち、独自の進化を続けて繁栄していたぜ。南アメリカの恐鳥類も、長く繁栄したんだね。この頃の南アメリカ大陸は、肉食動物がたくさんいた北アメリカ大陸と離れていたことから、強力な肉食性哺乳類が進出していなかった。だから、長く存続できたと考えられているぜ。なるほどね。他の大陸にも恐鳥類たちはいたのかな？オーストラリア大陸では、ドロモルニスカの恐鳥類が繁栄していた。天敵も少ないオーストラリア大陸では人類が、
大陸に住み始めた数万年前まで協調類の繁栄が続いたと言われているんだ。ということはもしかして人類は協調類と出会っているかも？また、アフリカ大陸では非常に数が少ないものの、アルジェリアで協調類の化石が見つかっているし、アジアでは中国からも化石が見つかっている。中国の場合、ヨーロッパや北米にいたガストルニスカト同士と見られていて、どのようなルートでやってきたか議論となっているんだ。本当に世界中にいたんだね。このように、協調類はどれか一つの種が起源となっているのではなく、世界の各地で独立の協調類が生まれ、その環境に合わせて独自の進化をして繁栄していったんだ。その大陸によって、繁栄の期間も違っているというのもまた興味深いね。協調類って不思議な存在だね。さて、このように、恐竜と入れ替わって最強生物として、地球全土の生態系のトップに君臨していた協調類だけど、そんな協調類も約1万5000年前にはほとんどの地域で絶滅を迎えてしまう。協調類はどうして絶滅してしまったの？それについては未解明であるものの、二つの説が考えられている。一つは他の肉食動物との競争に負けてしまい絶滅してしまったという説だ。他にも強い肉食動物のライバルが登場したというんだね。そしてもう一つは、環境変化に対応できなかったという説だ。どちらも可能性としてはあり得るよね。さっきも紹介したけど、南アメリカ大陸は今とは違って、北アメリカ大陸と分断した孤島の状態だった。だから、外からの外敵が侵入できなくて長く繁栄できたって言っていたね。ところが約300万年前にある事件が起こる。南アメリカ大陸と北アメリカ大陸とをつなぐパナマ地峡が出現したんだ。南アメリカ大陸と北アメリカ大陸がここで陸続きになったんだね。そのことでアメリカ大陸間交差と呼ばれる南北アメリカ大陸の間で動物種の大移動が起きたぜ。北から強い肉食動物たちが入ってこれるようになったんだ。このアメリカ大陸間交差により、南アメリカ大陸にはそれまで生息していなかった。サーベルタイガーやオオカミ、犬、猫など食肉目の哺乳類など、素早くて、狩りが上手な肉食動物が侵入してきたんだ。巨大とはいえ、協調類は前足が使えないから不利だよね。それらの獰猛な肉食動物の方が狩りはうまそうだよ。そうして協調類はこの肉食動物たちとの獲物獲得競争に敗れ、十分な餌を手に入れることができなくなったことで絶滅していった。というのが一つ目の絶滅説だ。うん、ありえるね。でも、この説には少し問題点がある。協調類が衰退していった時期と肉食動物が移り住んできた時期が合わないんだ。新たな捕食者がやってきた時にはすでに協調類は絶滅していたようだぜ。それじゃ、強い肉食動物のせいとは言えないんだ。それだけじゃない。南アメリカから逆に北アメリカに移動した協調類もいたぜ。それらは北アメリカにいた肉食動物たちと共に生態系のトップを長い間共有していたようなんだ。強い者同士、互いに共存できていたんだ。だとするとなおさら外敵が理由で絶滅したとは考えにくいんだね。そこで、もう一つの環境の変化に適応できなかったとする考えになるわけだ。それは、協調類が大きく進化しすぎたことが原因かもしれない。大きいから協調類なんでしょ。恐竜がいなくなったとはいえ、他にも強い生物はいた。そんな中、協調類は、巨大化することで他の生物より有利になっていった。こうしてどんどん大きく進化を遂げたんだ。ところが、大型化したことが逆に絶滅を早める原因となる。どうして？大きくなって強くなったんでしょ？確かに巨大化して生態系のトップになれた。でもこの大きな体には大きなデメリットがあるんだ。デメリット？体が大きいと、その分、環境変化の影響を受けやすくなるんだ。体が大きければ、その分たくさんの食料が必要になるし、暑い時や寒い時に必要となるエネルギーも増えるぜ。なるほど。だから、食料となる動物の数が何らかの影響で減ってしまったりすれば、それだけで生死を分ける一大事となってしまう。それこそ恐竜の絶滅と同じだね。また、気候変動によって地球の温度が上昇したり下降したりしてしまうと、それだけでも必要以上に体力を使ってしまう。このように、協調類は食料競争に勝つために大型化したけど、逆にそれがアダとなってしまい、環境変化に対応できなくなってしまったことで絶滅したのかもしれない。なるほどね。ただし、世界各地に散らばる協調類が、なぜそれぞれ絶滅してしまったのかは疑問だ。今もなおその原因は謎に包まれているぜ。環境が影響で絶滅したというのも、あくまで一つの説なんだね。謎だね。ところで、協調類を説明する上で押さえておきたい言葉がある。それが修練進化だ。修練進化？なかなか聞き慣れない言葉だと思う。修練進化について解説する前に、まずは進化、についておさらいしておこう。進化だけならそんなに難しいことじゃないよね。
進化とは、生物の体の形態や特性が、生きている環境に適応するために変化するという自然の摂理のことを言うぜ。やっぱり難しいんですけど、どういうこと？例えば、鳥は、危険な地上を離れて、空で生活するために羽が生えるよう進化し、人間は道具を使うため、前足を自由にするために二足歩行に進化している。人間が二足歩行なのは、手を使うためだったんだ。このような進化の大前提を踏まえた上で、本題の修練進化について説明しよう。修練進化とは生息時代や生息場所、生物種が全く異なる生物が、似たような環境に適応しながら進化することによって、似たような形態や特性を手に入れる現象を指すんだ。なんだって？例えば、イルカは哺乳類だけど水の中で生息しているから、魚類のサメやマグロと同じように足ではなくヒレが発達しているぜ。時々イルカが哺乳類ってことを忘れちゃうんだよね。このように、異なる種だったり、生息地や生息時代が違うにもかかわらず、似たような環境に適応しながら進化することで、似たような生物が生まれることを修練進化と呼ぶんだ。なるほど、わかったよ。で、それが協調類と何か関係があるの？それでは協調類の修練進化について見ていこう。ここまで説明してきたように、協調類は何か特定の種を指しているのではなく、過去に世界各地で生まれた、大型の肉食鳥類全般を指すぜ。実は、協調類は修練進化の賜物なんだ。どういうこと？協調類は環境も大きく異なる各大陸で、異なる年代、異なる種類の生物から繁栄を始めた。なので生息地域も、年代も、祖先も異なるんだぜ。当たり前だよね。でも、協調類はどれも似たような形態で、似たような特性に進化している。それがまさか修練進化ってやつなの？実際に、どの協調類も大きな二本足で立ち、前足は小さく、退化した飛べない羽を持っている。そして長い首と大きな頭を持っていて、頭には大きなくちばしが生えているぜ。これ全部修練進化なの？このように、協調類は生息地域も年代も、祖先も異なるのにもかかわらず、これほど似たような形態と特性を手に入れているんだ。不思議すぎる。だから特定のなんとかかというような分類ができないんだ。離れた大陸で、異なる年代に、とても似た生物が生まれてくるなんて全く不思議だぜ。ここからは、実際に生息していた協調類を5000紹介しよう。修練進化で似たような特徴を持っていても、協調類たちは生息地域や種類はいろいろだからね。世界にはどんな協調類たちがいたんだろう。ガストルニスギガンティアは6500万年前から5500万年前頃に、北アメリカ大陸やユーラシア大陸に生息していた協調類の一種だぜ。大きさはどれくらいだったの？体高は約2メートル、体重は150キログラムにもなる巨大な協調だ。鳥って軽いイメージがあるけど、随分重いね。実は、このガストルニスギガンティアは鋭いくちばしやカギ爪がなく、体の構造的に獲物を追いかけるために速く走ることには向いていなかったとされていることから、初めは草食動物だと考えられていたぜ。いきなり草食系協調類。ところが、ガストルニスギガンティアの顎の頭骨を CT スキャンしてみると、ライオンなどの他の肉食動物に匹敵するほどの顎の力を持っていたということが判明したんだ。顎はまるで肉食動物だね。そんなことから、今ではガストルニスギガンティアは肉食動物であったと考えられている。見た目だけでは判断できないこともあるんだね。バトルニス、ジオグラフィカスは、3700万年前から2000年前というとても長い期間、北アメリカ大陸に生息していた協調類の一種で、体高は最大で2メートルほどあったぜ。現在のノガンモドキ科の仲間だ。ノガンモドキ？現世のノガンモドキは、南米に生息する体高1メートルもない鳥だ。翼は小さいものの、一応飛ぶことはできるぜ。サイズは小さいけど、ヘビや小型の哺乳類などを仕留めて食べる肉食の鳥だ。うわ、協調類を小さくしたみたいな鳥だね。バトルニス科の仲間には、このノガンモドキほどの小さなサイズから、バトルニスジオグラフィカスのように2メートルにも成長する大物まで様々な種類がいるぜ。協調類だけど小さい仲間もいたんだ。このように環境に合わせて様々な形態に進化することができたことで、簡単に絶滅することなく長く繁栄できたのかもしれないな。多様性に富むことも、長く繁栄させるには必要なことなんだ。バトルニス科の大きな種は、当時生息していた大型哺乳類と共に長い間生態系のトップに君臨していたようだぜ。世渡り上手もまた秘訣なのかもね。キタニスワレリは490万年前から180万年前に北アメリカ大陸に生息していた協調だ。南アメリカにいたフォルスラコス科の仲間で、唯一アメリカ大陸間交差によって北アメリカに渡ったことが確認されている協調類だぜ。冒険心に富んだ協調だね。
体高 2.2 メートル、体重は150キログラムとこちらも巨大な体つきをしている。ちなみに、ティタニスという名前の由来はギリシャ神話に出てくる巨人タイタンに由来しているぜ。頭も大きかったんだろうね。実は、ティタニスワレリ自体の頭は見つかっていないんだ。だけど、同じフォルスラコス科の仲間が斧のような巨大なくちばしを持っているため、同じように巨大なくちばしを持っていたと考えられている。きっと、そのくちばしを使って、北アメリカにいたどう猛な肉食動物に負けないような捕食者だったんだろうね。さらに、ティタニスワレリは関節の特徴などから、ティラノサウルスが持っているような可動式の鍵爪を持っていたかもしれないという見解がある。恐竜みたいな武器を持っていたの？恐鳥の中でもトップクラスに危険な種だね。プロモルニス、スケルトニは800万年前から4万年前頃にオーストラリアに生息していた恐鳥だ。今度はオーストラリアの種だね。こちらはさらに巨大で、体高3メートル、体重は500キログラムもあったぜ。今回紹介する恐鳥類の中だけではなく、これまでの鳥類の中でもトップクラスに大型の種だな。見上げても顔が見えないくらい大きな恐鳥だね。なんでこんなに大きくなっちゃったんだろう？彼らはオーストラリアという海に囲まれた大陸に生息していたため、天敵の移入がなく、絶滅することなく長く生息していたぜ。さっきの南アメリカ大陸みたいな状態がずっと続いたんだ。なので、長い時間をかけて3メートルにも大型化してしまったようだ。そして、この超大型の鳥であるブロモルニススケルトニも、肉食性であったか草食性であったか、研究者の意見が分かれる恐鳥類だぜ。なんで意見が分かれるの？ブロモルニススケルトニに関しては、大きさと重さが関係している。現代で大きな動物といえば象やキリンが挙げられるけど、これらの生物は草食だ。そう言われると、大型恐竜であるブラキオサウルスも草食恐竜だったよね。これらの草食動物はいずれも骨太で巨大だ。大型のブロモルニススケルトニも巨大な上、他の恐鳥類と比較すると重量も重い。それで草食であったとする意見が多いんだ。でも、大きくて鋭いくちばしを見ると、肉食である可能性も捨てきれない。もしかすると、肉食でもあって、草食でもある雑食性だったかもしれないよ。ケレンケンギレルモイは1500万年前にアルゼンチンあたりに生息していた恐鳥だ。こちらも体高は3メートル、体重は100キログラムを超えていたと考えられているぜ。随分大きな頭だねー。なんと70センチメートルを超える頭の骨が見つかっている。馬の頭だってこんなに巨大じゃない。鳥なのに馬の頭よりも大きな頭だったの？先ほど紹介したティタニスワレリと同じフォルスラコス科で、その中でも最大の種だ。ケレンケンギレルモイはその大きな頭と頑丈な顎の作りから、とても強力な顎の力を持っていたと言われているぜ。頭もだけど、くちばしも巨大だね。この巨大なくちばしを使って獲物を突き刺し、顎の力を使って獲物の骨と肉を引き裂いていたんだろうな。恐鳥類の中でも最強のグループだね。最高の攻撃力を誇り、長い間南アメリカ大陸で最高捕食者としてその名を馳せていたぜ。恐鳥類って、草食か肉食かとか、大きさ、種類、また生息地域も世界にまたがっていて、恐竜ともまた違った魅力を持った不思議な生き物なんだね。そんな巨大な鳥類、恐鳥類について解説してきたけど、どうだったかな？恐竜ほどの知名度はないものの、巨大な体で、くちばしも大きくて、世界中で不思議な進化を遂げた恐鳥類は、なかなか面白い存在だったね。全く接点がない地域で、そっくりな姿に進化をするという修練進化も、生命の不思議を感じてしまうぜ。他の恐鳥類についても調べてみたくなるね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ワニというと長くて大きな口に、硬い皮を身にまとい、獰猛な性格をした爬虫類を思い出すだろう。ワニは肉食性で、大きな動物でも臆せず襲うハンターでもあるよね。まさに水辺の王者だよ。現世のワニにも巨大なものが確認されているけど、すでに絶滅したワニの仲間には体長12メートルを超えるような巨大なワニが存在していたんだぜ。12メートルのワニ、その名はデイノスクスというぜ。今回は、肉食恐竜にも襲いかかっていたという史上最大のワニ、デイノスクスについて解説するぜ。この動画ではデイノスクス以外にも、太古の昔に存在した巨大ワニや、現世にも存在する巨大ワニなんかについても解説するので、ぜひ最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってねー。ワニは、爬虫綱ワニ目に属する、水中生活に適応した肉食の爬虫類だぜ。大きな口で獲物にかぶりつく、獰猛な生物だよね。この長い口は糞といって、肉食に適した鋭い歯が並んでいるぜ。
その背中は角質化した頑丈な鱗で覆われていて、長く平たい体と尻尾を持っている。あの尻尾もトゲトゲして凶暴な武器になりそうだよね。水中に潜んで陸上の獲物を待ち伏せするため、目と鼻孔は上を向いてついているぜ。だから長い時間水中にいても大丈夫なんだ。原生種は熱帯から亜熱帯にかけて23種が分布していて、河川や湖、沼などの淡水域や海岸で暮らしている。一度噛みついたら決して離さない強靭な牙と、他を寄せ付けない獰猛さから、ワニは淡水域の生態系では全ての時代を通じて常にトップに君臨していたと考えられているぜ。ワニって一体いつから存在しているの？約1億6350万年前から1億4500万年前の、後期ジュラ紀に存在したゴニオフォリスは、すでに現世ワニに通ずる基本的な見た目をしていたと考えられている。ワニってそんな大昔から今のような姿をしていたんだ。さらに遡ると、もともとワニの祖先は、陸地に生息する二足歩行の生き物で、徐々に水中生活に適応していったと考えられている。ワニが二足歩行していたの。韓国の鎮守で、太古の巨大ワニのものと思われる足跡が発見されている。100近い数の足跡が見つかっているんだけど、なんと、どれも後ろ足のみで、前足の跡が見られなかったんだ。それ本当にワニの足跡なの？調査した研究チームも初めは翼竜の足跡だと思っていたそうだ。ところが足の特徴を見ると古代ワニにとても似ていることが分かったんだぜ。それで、太古のワニが二足歩行だったってことになったんだね。現世のワニはクロコダイルか、アリゲーターか、ガビアルかのいずれかに分類することができるんだ。このうちガビアルかにはガビアル属インドガビアルの一種しかない。そう言われるとクロコダイルもアリゲーターも日本ではワニって呼ぶけど、何が違うの？外見上の最大の違いは頭部だな。クロコダイルは V 字型に先端が尖った口を持っているけど、アリゲーターは U 字型に丸くなっているんだ。なるほど。気がつかなかった。もう一つ見分けるポイントがある。下顎の前から4番目の牙に注目だ。クロコダイルは口を閉じた時にこの下顎の牙が見えるけど、アリゲーターは上の歯しか見えない。そんな違いがあったんだ。性格にも違いがあるの？よく言われているのが、クロコダイルはアリゲーターよりも攻撃的な性格で、いつでも近づくものを攻撃する。一方、アリゲーターは空腹の時や危険を感じた時に攻撃的になる。要するにどっちも獰猛で危険ということに変わりはないよね。ワニに出会ってもむやみに近づかないに限るってことだね。かつて存在した、史上最大のワニと呼ばれたのが今回のテーマであるデイノスクスだ。デイノスクス。まるで恐竜みたいな名前だね。デイノスクスという名前は、ギリシャ語で恐ろしいワニを意味しているぜ。そのまんまの名前。約8000万年前から7300万年前の白亜紀末期に、北アメリカ大陸に生息していた肉食性爬虫類で、現在知られている中で史上最大のワニだぜ。どれくらい大きかったの？現在発見されているデイノスクスの化石の中で最も保存状態がいいのが、長さ 1.8 メートルもある頭の骨だ。これをもとに全長を導き出すとおよそ12メートル、体重は 8.5 トンと推定されているぜ。もはやワニのサイズじゃないよ。現世のワニの中で最大種がクロコダイルかのイリエワニで、大きなものは6メートルにも成長するけど、デイノスクスはその倍の大きさということになるな。ちなみに肉食恐竜の頂点であったティラノサウルスは全長が13メートルと言われているぜ。デイノスクスは、恐竜にも引けを取らない大きさだったんだ。化石の特徴から、性格類は二目アリゲーター上下に分類されていて、アリゲーターと近縁と考えられているぜ。化石からだけでもその恐ろしさが伝わってきそうだね。デイノスクスは、史上最大のワニと紹介されることが多いけど、実は現世ワニの直接的な祖先ではない。ただし、全体的な見た目は、現代のワニ類ととてもよく似ているぜ。どんな特徴があるの？現世ワニと同じように平たく伸びた糞を持ち、その先端は丸みを帯びている。とても厚くて頑丈な歯を持ち、獲物に襲いかかっていたようだ。そんな歯で噛みつかれたらひとたまりもないね。ワニは体の大きさが大きくなればなるほど、噛む力が強くなると言われている。ちなみに現代の動物界の中で、最も噛む力が強いとされているのが、先ほども紹介したイリエワニで、その力は約 1700kg と言われているぜ。と、言われてもピンとこないけど、あのティラノサウルスが約 3600kg ぐらいだ。デイノスクスに至っては、推定値ながら約 10000kg を超えるとする意見もあるぜ。わお。ワニは体が大きいほど噛む力が強いというのであれば、確かにありえなくはないよね。また、現世のワニと同じように背面は角質化した硬く丈夫な鱗で覆われていた。近縁のアリゲーターより若干胴が短く、四肢が長かったようで、陸上と水中の両方で生息していた可能性があると考えられているぜ。こんな巨大なワニが、水辺だけでなく、陸でも獲物を探していたと思うとゾッとするよ。
デイノスクスは、北アメリカ大陸の中央部にかつて存在した、西部内陸回路に生息していたと考えられている。西部内陸回路？当時、この回路は北アメリカを東西に分断し、東側のアパラチア山脈とロッキー山脈の間に位置していたぜ。アメリカのど真ん中に海があったの。デイノスクスの化石はアメリカのユタ州やモンタナ州など内陸の州で発見されているほか、メキシコと接するアリゾナ州に分布する地層からも発見されていることから、北メキシコの一部にも生息していた可能性が考えられている。随分広い地域に生息していたようだね。デイノスクスの化石は、後期白亜紀の地層から見つかっている。この時代、地球上の気候は比較的暖かく、陸上や海洋で恐竜や哺乳類の進化が進んだ時代だったぜ。デイノスクスの化石は、最も古い標本で約8200万年前、最も若い標本で約7300万年前に生息していたものが発見されている。同じ地層からは恐竜の化石も数多く見つかっているぜ。デイノスクスは、恐竜と同じ時代を生きていたんだね。デイノスクスは肉食で、哺乳類だけでなく、大型の恐竜にも襲いかかっていたと考えられているんだ。なんでそう考えられているの？全長10メートル前後の大型の草食恐竜、ハドロサウルスの化石に、デイノスクスのものとされる歯型が残されていたんだ。歯型？そんなのまで化石に残っているの？他にも、アパラチオサウルスやアルバートサウルスなど、全長9メートル前後の大型肉食恐竜の骨からも、デイノスクスと思われる歯型が見つかっているぜ。たくさん歯型が見つかっているんだね。中には治癒したと見られる歯型もある。その恐竜が、デイノスクスに噛みつかれた後も生きていたということが想像できるぜ。まさに生きている恐竜と戦っていた証拠だね。その他にも、トリケラトプスやステゴサウルスなどの長板類も食べていたこともわかっているぜ。どちらも大型の草食恐竜だね。デイノスクスはいろんな恐竜を食べていたんだ。また、ウミガメの中にも甲羅に巨大なワニに噛まれたと思われる傷跡が見つかっている。顎の後ろにある頑丈で平らな歯を使って亀の甲羅を噛み砕いていた痕跡が残っているんだ。甲羅を噛み砕く。想像すると恐ろしいよ。ところで、デイノスクスはどんな風にこれらの生物と戦ったんだろう？デイノスクスは原生ワニと同じような戦術で狩りをしていたようだ。水中に身を潜めて獲物を待ち伏せし、近づいてきたところに襲いかかって、水中に引きずり込んで溺死させ、その後、強靭な顎と歯で骨まで噛み砕いて食事をしていた。水中に引きずり込んで溺れさせていたんだ。水辺にやってきた恐竜たちが餌食になったんだろうね。また原生ワニのように、デスロールを行うことができたなんてことも言われている。デスロール？これは、獲物に噛みついたまま、自らの軸を中心に体を回転させる動きで、この回転によって、獲物の体は引きちぎられ、砕かれてしまうんだ。これは、ワニ類が獲物を捕食するための独特な戦略の一つで、とても効果的な攻撃方法なんだぜ。うわ、まさに死の回転。もちろんデスロールは食事に限らず、敵と戦う時にも繰り出されるワニの必殺技だ。そんなデイノスクスだけど、とある研究では、生息していた地域によって食生活が異なっていることがわかっている。例えば北米東部の、比較的小さなデイノスクスは、原生のワニと同じようにウミガメ、大型の魚、小型の恐竜を食べていた。一方で、テキサス州とモンタナ州で発見された。より大きなデイノスクスは大型の恐竜を捕獲して食べていたようだぜ。自分の体が大きければ、より大きな獲物を食べられるから、さらに大きく成長できるのかもね。いずれにしても、獰猛で大きな体だから、デイノスクスは生態系の頂点にいたことは間違いなさそうだね。原生のワニは、種類や生息環境などによっても多少違いはあるものの、一般的に成長が遅く、長生きする動物だ。ワニって長生きなの？例えば、原生のイリエワニは成熟するまで20年ほどもかかり、寿命も約20年から30年で、飼育下ではさらに長生きすることがわかっているぜ。ほんと長生きだね。一方、デイノスクスの成長速度は、原生のワニ類よりさらにゆっくりだったという説もある。デイノスクスの背中にある骨盤を分析したところ、完全に成熟するまでに35年以上かかり、最も長く生存した個体は50年以上生きた可能性があることがわかったんだ。骨からそんなことがわかるんだ。同時期に生息していた大型恐竜は、一般的にもっと早く成熟して、寿命も短かったとされているので、デイノスクスは、当時の恐竜より長生きだったようだな。それはちょっと意外だね。一方で、骨盤などから成長スピードを分析する場合、気候変動や海洋の循環、獲物の移動など、様々な要因の影響を受ける可能性も考える必要がある。なので、原生のワニとデイノスクスの成長率を直接比較することは難しいとする研究者もいるぜ。そっか。だとしたら成長のスピードについてはまだわからないところが多そうだね。でも、こんなに巨大に成長するんだから、
っとそれなりに長い期間は必要だっただろうね。食物連鎖の頂点に立ち、長生きすることもできたデイノスクスだけど、白亜紀の急激な環境の変化で恐竜と共に絶滅したと考えられている。恐竜の絶滅のきっかけは、隕石衝突説が有力だよね。巨大な隕石が地球に衝突したことで大量の塵が発生して、それが大気中に漂うことで大量の光が地球に届かなくなってしまい、地球上の気温は一気に下がってしまったんだ。寒くなった地球で、体温を保てない生物は次々に絶滅していったんだよね。また、日光がないと植物は光合成することができなくなって枯れ果ててしまう。直接寒さが影響しなかったとしても、植物の激減によって草食恐竜が生き絶え、それを食べてきた肉食恐竜も食べるものがなくなり、食物連鎖に従って恐竜は絶滅していった。デイノスクスも餌を失っていったということだね。そもそも、デイノスクスは隕石の衝突以前から餌の確保に苦労していたという説もある。え？最強生物でも餌を捕らえられないなんてことがあったの？体長10メートルをも超える巨漢を維持するためには、広大な縄張りをキープしなくてはならない。なので、デイノスクス同士の縄張り争いが激化し、すでに個体数が減っていたという意見もある。そこへ、獲物も激減したとあれば、絶滅の難を逃れることができなかったのかもしれない。なるほどね。最強生物たちの天敵は、自分と同じ仲間だったかもしれないということだね。さて、ここまでデイノスクスは史上最大のワニであると解説してきた。でも、デイノスクスに匹敵するともされる巨大ワニの化石も発見されているんだぜ。他にも巨大なワニがいたの？それぞれ生息していた時代が違って、どの種が最大であったかを決定できるだけの十分な情報はないものの、デイノスクスに匹敵するであろう2種を紹介しよう。一体どんなワニがいたのかな？サルコスクスはフォリドサウルス科の真顎類で、約1億3300万年から1億1200万年前の白亜紀前期に、現在のアフリカと南アメリカに生息していたぜ。デイノスクスより古い時代に生息していたワニなんだ。このサルコスクスという名前には、ギリシャ語で肉のワニという意味があるぜ。最大で全長約9メートル、体重 3.45 トンに達する肉食の爬虫類だ。おお、デイノスクスほどではないにしても巨大なワニだね。頭部だけで180センチメートルあったとみられ、頭蓋骨の長さのうち 75% を長い糞が占めているのが特徴だぜ。上顎には両側に35本の歯があり、下顎には両側に31本の歯がある。上顎と下顎で歯の数が違うのね。上顎は下顎よりも大きく膨らんだ形をしていて、口を閉じると上顎が下顎を覆って、一度捕らえた獲物を決して離さない構造になっているんだぜ。なるほど。これじゃ噛みつかれた獲物は逃げられそうにないね。ワニの必殺技デスロールも可能で、噛む力は約 9000kg だったらしいぜ。噛む力までデイノスクスに引けを取らないね。子供の場合糞の形が原生のガビアルのように細長かったので、大人になるにつれ幅が広くなっていったようだ。まあ、大きさや強さを見ると、まだまだデイノスクスの方が上回っているね。プルスサウルスは、ワニ目アリゲーターかカイマン赤に分類される真顎類で、約2303万年前から258万年前までの新第三期中新世に、南アメリカに生息していた巨大ワニだぜ。初めて化石が発見されたアマゾン川の支流の一つプルス川に由来した名前だ。サウルスってことは恐竜なの？サウルスとつくけど別に恐竜ではない。というか、そもそもサウルスはトカゲという意味で、〇〇サウルスとついた生物は恐竜以外にもいるんだ。そうだったんだ。それで、そのプルスサウルスも大きかったの？最大の種では、頭骨の長さが約 140cm 以上、全長約 10.3 メートル、体重 5.16 トンと推定されている一方、別の推定では最大全長 12.5 メートル、体重 8.4 トンとも記録されているんだ。いやそれはデイノスクスに匹敵する大きさだね。ここまで見てきた巨大ワニに比べて糞は短いものの、10センチメートルもの大きな歯を持ち、噛む力は推定5000から7000キログラムとティラノサウルスをしのぎ、デスロールも可能だったと考えられているぜ。彼らと同じ時代を生きなくてよかった。デイノスクスをはじめ、太古に存在したワニの仲間は、原生ワニとほとんど見た目が変わらなかったと考えられている。ということは、今存在する巨大ワニたちを見ると、デイノスクスが一体どんな存在だったのかちょっと想像できそうだね。ということでここからは伝説に残る現世の巨大ワニたちを紹介しよう。東アフリカ、ブルンジ共和国のタンガニーカ湖とルジジ川に生息する、ギュスターブと名付けられたナイルワニは、なんと300人の人間を殺したという伝説を持っているぜ。さ、300人も、確かにギュスターブの犠牲者は300人を超えると言われているんだけど、
他のワニによる犠牲者も含まれている可能性もあるので、この数字は言い過ぎかもしれない。だとしても、きっとたくさんの犠牲者が出たことは本当なんだろうね。一体どれくらい大きいの？推定によれば、体長6メートルで、体重は1トン近くもあると考えられているぜ。この大きさは、普通のナイルワニの3倍にも達する巨大さだ。デイノスクスの半分だけど、実際あったらめちゃくちゃ怖いよね。デュスターブの恐ろしさのポイントは、食べるために人を殺しているわけではないというところだ。え？どういうこと？人を殺害した後に食べないこともあるんだそうだ。そんなことから、地元では快楽のためだけに人を殺しているという噂すら流れているぜ。え？人を殺すことを楽しんでいるっていうこと？野生の生物なのに気味が悪いね。デュスターブの体には、人間が撃った銃による無数の傷があるそうだ。過去何度も機関銃や拳銃で射殺が試みられてきたけど、いずれも弾痕を残しただけで、致命傷を与えることができなかったんだ。凶暴な上に、防弾チョッキみたいな鱗で守られているんだね。捕まえられていないということはもしかして今でも生きているの？デュスターブの目撃証言は、2008年を最後に長らく途絶えていたそうだけど、地元住民が2015年に水牛を捕食する姿を目撃したというんだ。もしかして生きているかも。2010年、歯の状態からデュスターブは推定68歳と発表されているぜ。今もし生きているとすれば80歳を超えていることになるな。普通のナイルワニの寿命が45歳くらいなので、かなり長生きだぜ。ここまで大きかったら長生きだというのも納得だよね。ところでデュスターブはなんで人間を襲うようになったんだろう。一説によると、デュスターブの恐ろしい伝説は、彼の生息地域で起きた長年の内乱が原因かもしれないんだ。なんで人間の戦いがワニに関係するの？ブルンジ共和国では1993年に、土族と仏族の対立が激化して、最終的に30万人もの人々が虐殺されるという悲劇が起きている。デュスターブが人間を襲うようになったのは、この時に見つけた人間の死体を食べて、その味を覚えてしまったことが原因なのではないかと言われているんだ。へ。熊も一度人間の味を覚えたら、その後も襲ってくるっていうしね。人間の味を覚えてしまった巨大ワニは未だに捕まっていないってこと。住民の人たちは怖いだろうね。次に紹介するのは、実際捕獲され、ギネスにも認定されている巨大ワニ、ロロンだ。ロロンはフィリピンのアグサンデルスール州で捕獲されたクロコダイル属に分類されるイリエワニで、その後飼育され、飼育下における世界最大のワニとしてギネス世界記録に認定されたんだぜ。どれくらい大きかったの？鼻先から尾まで測定した結果、体長は 6.17 メートル、体重は 1075キログラムにもなったそうだ。年齢も少なくとも50歳と推定されているぜ。ロロンも長生きだね。それにしてもそんな巨大なワニ、一体どうやって捕まえたの？ロロンは2011年に捕獲されたんだけど、当然、巨大ワニの捕獲は一筋縄ではいかず、地元政府や住民、ワニハンターらが協力してようやく捕獲することができたんだ。総勢100人の人々で3週間かけて引き上げたそうだぜ。捕獲には手間も、人も、時間もかかったんだね。ロロンという名前は、クロコダイルハンターの、エルネスト・ロロン・ゴロラン・コニャーテさんにちなんで名付けられたぜ。コニャーテさんはロロン捕獲の先頭に立ち、数週間にも及ぶ追跡と捕獲に大きく貢献した人物だ。でも、コニャーテさん自身はロロンの捕獲のために健康を害してしまい、ロロンが捕獲される数日前に心臓発作で亡くなってしまっている。そんな勇敢な人の名前をもらったんだね。そもそもロロンはどういう経緯で捕獲されることになったの？ロロンは、実はブナワン川で行方不明になった漁師一人と、12歳の女の子を襲ったほか、地域の水牛を食べたことが疑われて捜索されていたんだ。ロロンも人食いワニだったの。ただし、捕獲された時に胃の内容物検査が行われたんだけど、結局人間や牛を食べた痕跡が見つかることはなかったんだそうだ。なんだ、犯人扱いされて捕獲したけど、結局は犯人ではなかったんだね。そのため、ロロンを川に返そうという意見もあったようだ。だけど、周辺住人たちからは不安と反対の声が上がり、保護されることになったんだぜ。確かに、犯人じゃなかったとしても、これから犯人になる可能性だってあるしね。その後、ロロンは一般公開され、入場料や駐車料金がその餌代に充てられ飼育された。残念ながら2013年2月10日に亡くなっている。肺炎が原因だったようだ。ということはギネスにも認定された巨大ワニはもういないんだね。でも現在、ロロンの遺体は剥製となってマニラの国立自然史博物館に展示されているんだぜ。ロロンはデイノスクスよりは小さかったかもしれないけど、その剥製を見れば、太古の昔に存在したデイノスクスを思い浮かべることができそうだね。今回の動画は以上だぜ。史上最大のワニデイノスクスについて解説してきたけどいかがだったかな？12メートルにも成長した巨大ワニがかつて存在して、
しかも、それが恐竜と戦っていただなんてびっくりだよね。想像するだけでワクワクするよ。そんな太古のワニが、現世ワニとほとんど見た目が変わっていないとか、二足歩行だったかもしれないというのは興味深いぜ。現代にも巨大ワニは存在しているし、もしかしたら、世界にはデイノスクスを超えるような巨大なワニがまだどこかにいるかもしれないね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。地球上には6つの大陸があるというのは基本常識だな。ユーラシア大陸、南北アメリカ大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸。北極。残念。南極だぜ。惜しい。では、地球にはかつてこれらの大陸が一つであった時代があったのは知っているか？もっと昔の話？確かに大陸は一つだったと聞いたことあるけど、名前は何だったかな？この超大陸はパンゲアと呼ばれた。そして、そのような時代に最も繁栄したのは何だと思う？恐竜でしょ？と、思いきや。と、思いきや。今回は古代パンゲアで最も繁栄したとされる探求類の正体に迫るぜ。探求類。初めて聞くよ。それではゆっくりしていってねー。時代は遡って中生代。約2億5000万年前から約6600万年前までの時代を中生代という。中生代は地質時代の一つで、地質時代はその時代ごとに発掘される化石の特徴から分類されるぜ。私たちが生きている現代は新生代なので、中生代には、植物にしろ、動物にしろ、今とはかなり違った生物たちが生きていた。はぁ、全然知らないや。一から教えてください。全く違ったのは生物だけではないぜ。大陸の形も今とは全く違っていたと考えられている。大陸は一つだったんでしょう？高校理科で地学を勉強する人には馴染みの深い話だな。地学は専攻してないんですが、地球は内部の熱を、地球の内部構造であるマントルを地表に送り出すことによって放出する。なぜ熱を放出する必要があるの？熱がこもると行き場をなくしたエネルギーが爆発を起こすからな。エネルギーのたぎりそのものがマントルの動きと言ってもいいかもしれない。こうして内部の熱の放出とともに、マントルが地表に出てきて冷えて固まったのが地殻、すなわち地表だぜ。地殻はプレートとも呼ばれるな。プレートね。やっと聞いたことある言葉が出てきたよ。地球の内部のエネルギーは今も放出され続けていて、地殻を作り続けている。ということは地表は地殻だらけになってしまうね。地球の年齢はおよそ46億年なのを考えると、確かに地殻だらけだと思われるかもしれないな。しかし、地殻となって地表に出て隆起して山になる部分もあれば、地殻と地殻のぶつかりに負けて下に潜り込む沈降部分もある。山だけでなく地下にも潜り込む場合があるんだね。海底には、高温のマントルが浅いところまで上昇し、マグマが発生し海底火山の活動が盛んな山脈がある。マントルが地上にせり出す部分では、次々と下から押し出される。マントルのために地殻がどんどん広がるぜ。このような部分を海嶺という。海の峰？そうだな。海底にある火山のようなものを思い浮かべると良いだろう。それに対して地殻が別の地殻の下に潜り込む部分を海溝という。海溝は知っているよ。世界一深いマリアナ海溝は有名だよね。マリアナ海溝は深海1万メートルもあり、日本列島のすぐ南にあるぜ。マリアナ海溝が深いのは知っているけど、なぜそんなに深くなってしまったのかな？マリアナ海溝付近の地殻は厚さが100キロメートルもある。長い時間をかけてその分厚い地殻がめり込み続けたから深いんだな。地殻の厚さが100キロ？それが沈み込み続けるんだね。マリアナ海溝が深くなるのも納得だね。ちなみに、私たち日本人が頻繁に経験する地震は、そのほとんどが地殻の動きによる歪みによって引き起こされるぜ。地殻はプレートとも呼ぶんだったね。日本周辺にはいくつものプレートが重なり合う場所があるから、地震が多いんだよね。ハワイが毎年数センチメートルずつ、日本に近づいているということは聞いたことはないか？実は、太平洋の真ん中には中央海嶺と呼ばれるマントルの吹き出し口、すなわち地殻が新たに生まれ続ける場所があり、その運動に押し出されて太平洋上のプレートが動いているんだぜ。それで、ハワイは年に数センチメートル日本に近づいているというわけなんだね。ある計算によれば1年に6から8センチメートル北西に進んでいるそうだぜ。一体いつになったらハワイは日本までたどり着くのかな？およそ8000万年後と言われているぜ。8000年後？いやいや8000万年後だぜ。どう考えても私たちが生きている間には無理そうだね。ましてや、その時まで人類が存続しているかすらわからないな。
このような大陸の移動の考え方をプレートテクトニクスというぜ。プレートテクトニクス？地学ではよくお目にかかる用語だが、要は、大陸は動いているということだな。ちょっと信じられないけどね。GPS を用いた計測でも証明されているぜ。これは観測的事実なんだ。超大陸パンゲア。先ほどの8000万年でハワイが日本にくっつくという話に注目してみると、それだけの長い時間をかければ大陸は今の原型をとどめないほどに、移動することが可能だということがわかるな。そして今日の6大陸は、かつてパンゲア超大陸という一つの大陸の形を成していた。パンゲア超大陸、昔一つの大陸だったとは聞いたことはあるけど、何か根拠はあるのかな？このことは数々の証拠によって明らかになっているぜ。パンゲア大陸は約3億年前から2億年前まで存在していたと考えられている。途方もなさすぎて想像できないけど、これは大陸移動説を唱えた学者ウェゲナーによって命名されたぜ。パンゲア大陸を囲む海は全ての海洋。という意味で、パンサラッサと名付けられた。パンサラッサ、初めて聞いたよ。パンゲアが一つながりの大陸であるということは、当時の動物や植物の化石、堆積物が大西洋を挟んで、向こう側とこちら側に分布していたことなどを考えると説明できるな。古生代の終わりとパンゲアの誕生。それにしても、大陸が動くことなんて本当にあるのかな？壮大すぎて理解できないんだけど。そうだな。思わず想像を巡らせずにはいられないだろうな。おそらく、多くの地学者や考古学者はそんな魅力に取り憑かれたのだろう。壮大な大陸に、壮大な中生代の恐竜たち。あれ？恐竜たち？今回の話は恐竜ではなく探求類だったな。しかし、考えてみてくれ。中生代といえば恐竜だが、古生代が終わって恐竜たちが大繁栄するまで、生物たちはどのようにしてその進化の鎖を繋いでいったのだろうか？謎だね。ではまずは古生代の石炭紀まで遡ってみてみるぜ。石炭紀。古生代はカンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、ペルム紀の6つに区分されるので、石炭紀といえば古生代の後半になるぜ。石炭紀というぐらいだから石炭の材料となる生物が繁栄したということかな？そうだ。石炭紀の特徴は、現代の石油資源の元ともなった、シダ植物が大繁栄したことと、巨大な節足動物、中でも昆虫類の発展、また、両生類の登場だな。ふむふむ。古生代の地球上の環境は現在とは違い、酸素濃度が 30% 程度あったと考えられており、巨大節足動物が繁栄したのも酸素濃度が要因であるとの見方が有力だ。現在の酸素濃度は 20% 程度だから、酸素濃度の違いと節足動物のサイズには何か関係がありそうだね。超大陸パンゲアはこの石炭紀に出来上がったと考えられている。そして、同じく石炭紀の3億1200万年前、爬虫類と哺乳類の共通の祖先である有葉膜類が誕生するぜ。有葉膜類とは、人間で考えると、赤ちゃんがお母さんのお腹の中の、葉膜に守られて生まれてくるような生き物ということだね。現世の生物で言えば爬虫類、鳥類、哺乳類のことで、肺が葉膜で保護されている動物のことを言う。はい、というのか、理科の生物分野で出てくる言葉だよね。これは多細胞生物の個体発生における初期の段階の個体のことだぜ。哺乳類の場合、よく知っている通り葉膜と肺の間には羊水が満ちており、胎児を保護する役割をしていると考えられているな。それに対して、両生類や魚類は肺に葉膜がない生物だぜ。なるほどね。石炭紀からペルム紀になろうとする3億年ほど前に、有葉膜類から枝分かれするのが今回の主役である探求類と、もう一つの系統である早球類だぜ。やっと出てきた探求類。そして、早球類もいるんだね。早球類は爬虫類や鳥類の先祖で、この早球類たちが中生代の一時代を築く恐竜へと進化している。恐竜の先祖か。知られている限り最古の探求類は古生代石炭紀に登場した、アーケオティリス・アーケオシリスという、体長約50センチ程度の、どこから見てもトカゲのような姿をしたものだ。姿形は爬虫類のようだったので、探求類は、以前は哺乳類型爬虫類とも呼ばれていたぜ。哺乳類型爬虫類。恐竜エダフォサウルス。初期の探求類の中でもインパクトがあるのがエダフォサウルスだ。サウルス、というくらいだから恐竜なのかな？実際、見た目はトカゲに大きなアーチ型の、背びれのようなものがついた見た目をしていて、一見恐竜の一種であると間違えてもおかしくはないな。恐竜ではないの？
単球類であるエダフォサウルスは、部位によって歯の形状が異なるという、現代の哺乳類にも共通する特徴を持っている。つまり、前歯や奥歯、犬歯などを持っていたということだぜ。へぇ、だから哺乳類と分類されるんだね。このように役割によって形の違う歯を持っている性質のことを異歯性というぜ。ところで、この大きな背びれが、弓のようにアーチを描いているから単球類、なのかな？間違えられやすいが、名前の由来はそこではない。何が由来なの？頭蓋骨の側部にある単球型側頭窓と呼ばれる穴が由来とされている。ここには顎を動かす筋肉が収まるが、人間のこめかみにもこの名残があると言われている。ちなみに、エダフォサウルスの背びれの部位は歩と呼ばれ、極突起という椎骨が隆起した部位がさらに、伸びたものであると考えられている。ものすごく特徴的だよね。初期の単球類たちは異歯性と側頭窓という二つの特徴以外は、ほとんど爬虫類のような見た目をしていたので、平成24年より前の検定教科書には、哺乳類は爬虫類から進化した、とさえ書かれていたぜ。哺乳類は爬虫類から進化したなんて考えられていたの？そう考えられていたのは単球類の分類がされる前の話だぜ。研究者たちの分類に対する情熱には全く脱帽だぜ。単球類は見た目は爬虫類だけど、哺乳類の先祖なんだね。それにしてもどう見てもこのエダフォサウルスは爬虫類にしか見えないもんね。エダフォサウルスの全長は3メートル程度あったと考えられている。大きいね。当然肉食なんでしょ？それが実は史上初の植物食性、つまり、草食有用膜類と考えられており、注目されているんだ。へぇ、とても草食動物には見えないけどね。実は、草食は進化の過程では肉食よりも新しい概念なんだぜ。なぜなら、動物の活動に必要なカロリーは同じ動物から摂取する方が高効率だからな。そうか。植物はカロリーが少ないし、繊維の消化にもまずは消化器官が発達していないといけないし、効率的ではなかったというわけだね。しかし、肉食の動物が増えてくると、獲物にありつけないものも出てくる。そんな動物たちが草食に走ったのだろう。エダフォサウルスは獲物にありつけなくて草食になったのかな？エダフォサウルスは、自分たちによく似た同じく、単球類のディメトロドンの捕食対象になってもいたようだぜ。食べられちゃうの？ディメトロドンという名前は2種類の歯、の意味であり、彼らは鋭い歯を持つ肉食で、エダフォサウルス以外の単弓類も捕食の対象としていたぜ。エダフォサウルスは、同じ系統の生き物に命を狙われたり、草食に追いやられたり、なんとも肩身の狭い思いをしていたんだろうね。また、エダフォサウルスの歯に関して、その機能が議論の対象となってきたぜ。気になっちゃうよね。主な機能は異性へのアピールと体温調節のためと考えられていたが、2011年の研究では、歯の骨組織には血管が通っていなかったことが明らかになり、体温調整のための熱交換はできなかっただろうという見方が有力になっている。なるほど、血管の有無でそんなことも推測できるんだね。ペルム期の覇権は、かくして単球類が地球上に登場したわけだが、古生代が終わるペルム期末期までは恐竜もまだ誕生しておらず、陸上の覇権は単球類が握ることになるぜ。ディメトロドンとかね、すべての単球類は陸生の四足歩行であり、水中や空に適応してはいなかった。まだ泳いだり空を飛んだりしていなかったんだね。古生代の石炭期には巨大節足動物も多く存在していたが、昆虫たちは陸上から空に出ていき、その活動域を広げていった。ペルム期の単球類の繁栄は、他の生物との絶妙なバランスも要因としてあったのだろう。そうなると、後の恐竜となる草球類たちはどうだったのかな？単球類とほぼ同時期に登場した草球類は、単球類の影に隠れてそれほど目立ってはいなかったんだ。初期の草球類はペトラコサウルスやヒロノムスが知られている。が、どちらも30から40センチの体長のまさにトカゲと呼ぶのがふさわしい見た目であり、エダフォサウルスやディメトロドンの方がよほど恐竜らしいものだ。では草球類と単球類は何が違ったのかな？決定的に違ったのは、草弓類の彼らが空や海に進出していったことだぜ。捕食のためか、はたまた肉食の単弓類から逃れるためか、コエルロサウルスはムササビのように空中を滑空する能力を得ていた。また、ホバサウルスは水生生活に適応しており、遺跡を含んだ化石が見つかったことから、魚を捕食するために石を飲み込んで潜水をしていたと考えられている。深く潜るために石を飲んでたの。このように、草球類は後の恐竜の誕生からは、想像もできないほどひっそりと生きていたようだぜ。
恐竜への変貌は中学デビューならぬ、中生代デビューというわけだな。随分と派手にデビューしたね。単球類に話を戻すと、単球類は二つの系統を持っていた。一つは爬虫類に近いというか、より原始的な特徴を持っていた万竜類で、ディメトロドンやエダフォサウルスはこちらに属するぜ。見た目が恐竜系。もう一つは後の哺乳類に繋がっていったより進化的な系統である獣球類だぜ。獣球類？私たち哺乳類に繋がるのが、実は後者の獣球類の方で、ペルム紀という一区分の終焉とともに訪れた古生代という地質時代の終焉とともに、それまでの生態がその後の明暗を分けていくんだぜ。ふん。ちなみに、後に哺乳類へと枝分かれしていったのは、キノグナツスキノグナータスという狼程度の大きさの肉食獣球類、もしくはその近縁の生物であると考えられている。ということで、ペルム紀の覇者は単球類ということになるんだね。単球類はこのような経緯をたどり、今回のタイトル通り超大陸パンゲアで最も繁栄した種となった。私たち哺乳類の祖先である単球類が繁栄した時代が古生代にあったことはびっくりだね。ペルム紀の大量絶滅。さて、ここから再びパンゲア大陸の話だぜ。ペルム紀末期になると、パンゲア大陸では大きな変化が起こり、地球環境は一変したぜ。いよいよ動きが出てきたね。現在のシベリアに位置する火山岩地域で火山活動が活発になってきた。地球史上最大の絶滅現象とされるペルム紀の大量絶滅がやってきたぜ。地球史上最大の絶滅現象。この頃火山活動が活発になったのは、地下に溜まったガスがマグマの熱で燃焼し、CO2 などの温室効果ガスの発生で圧力が上昇することが原因だ。圧力が上昇すれば噴火が起こり、吹き出した CO2 は温室効果ガスであるので、地球の急速な温暖化が進んだぜ。CO2 が温室効果ガスと呼ばれるのは、太陽光の中の赤外線を吸収し熱を溜め込む性質があるからだぜ。実は水にも温室効果はある。他にはメタンやフロンなどもそうだな。CO2 が温室効果ガスであるとは、現代でも問題になっているね。噴火の影響で森林豊かであった地上には火災が広がり、海中では酸素が欠乏していく。地球環境は過酷を極めている状況だね。とうとう地球上の生物の 90% が死に絶えてしまう。地球上のほとんどの生物を消し去ったこの絶滅は古生代と中生代との境目にあたり、PT 境界、パーミアントリアシックバウンダリーと呼ばれる。パーミアンはペルム紀の、トリアシックは三畳紀の。という意味で、その名の通り、単球類が栄華を誇ったペルム紀は終焉したのだ。とてつもない天変地異があって大量絶滅したんだね。確かにこの時期の変化は大規模なものではあったが、わずか一瞬にして地球上の生物が 90% 死に絶えるようなものではないぜ。どういうこと？もしそのような天変地異だったら、おそらくその出来事の後の影響として、地球上の生物はほぼ死に絶えていたかもしれないからな。実際、この大量絶滅は20万年の間に起こったと言われているぜ。20万年。随分長い年月をかけて絶滅していったんだね。勘違いしてたよ。私たち新人の歴史もおよそ20万年ほどだぜ。人類が生まれてからこれまでの間に 90% の生物が徐々に死に絶えていったということだな。歴史を見つめるときは、スケール感が大切だね。単球類のその後。ペルム紀の大量絶滅において単球類は絶滅した 90% に含まれていたのかな？私たち哺乳類が今も生きているということは、単球類の仲間がこの大量絶滅を生き残ったということだぜ。そうか。しかし、単球類のその後は明るいものではなかったぜ。現代でも私たちは生態系という言葉を耳にするな。うん。生態系が壊れると食物連鎖のサイクルが壊れてしまい、地球上の生物の存続が危うくなるというような話だよね。ペルム紀では繁栄を極めた単球類だったが、失われた大量の生物の穴を埋めていったのは双球類の子孫、すなわち爬虫類たちだ。本当の爬虫類のグループね。戦術した通り、爬虫類たちは単球類の陰で多様化し、大量絶滅を機にその勢力を一気に広げていった。大量絶滅によって古生代は終わり、爬虫類たちの中生代へと時代が変わった。今まで幅を利かせていた単球類たちが逆に肩身が狭くなったんだね。ちなみに、この時代の恐竜たちはまだまだ小型のものばかりで、爬虫類の中で幅を利かせていたのは大型のワニだ。ワニ？ワニたちは小型だった恐竜たちを捕食していたと考えられている。ひゃあ、ワニが恐竜食べていたの。どの生物にも不遇な時代があったというわけだな。しみじみ。一方、単球類はキノドン類とディキノドン類以外の全てが死に絶えたと考えられている。
この木のドン類ビキのドン類という種だが、実は戦術のキノグナツスは木のドン類に属するぜ。哺乳類の先祖？木のドン類たちの大きな特徴は肋骨だ。この特徴は私たちにも受け継がれている。私たちの肋骨は、胸の周りにしかない。腹部は肋骨に覆われていないな。実は、これは授乳のために地面に横たわる必要があったからだと考えられている。どういうこと？実際、恐竜の肋骨は頸椎から腰椎まである。はぁ、博物館などで展示されている恐竜の化石は確かに腰まで肋骨があるよね。爬虫類や鳥類が寝るときにはうつ伏せになるか、しゃがみ込むだけで、決して横向きにはならないぜ。確かに、これは爬虫類や鳥類がその生態の中で身を横たえる必要がなかったからだぜ。肋骨の付き方の違いでそんなこともわかるんだね。それはさておき、中生代の最初の区分である三畳紀の初期から中期にかけて、キノドン類、ディキノドン類は再び繁栄していき、キノドン類の系統から哺乳類が登場したぜ。結果は知っていても、話を進めていくとハラハラするね。ともかく、生き残ってくれてよかったな。パンゲアと共に消えていった探求類。古生代の後期から長らく地球上の景色であった超大陸パンゲアだったが、全体的には高温で乾燥していた三畳紀の中には、およそ200万年の間降水量が大きく増加した期間がある。そして、なんとその期間にはまた生物の大量絶滅があったことも判明したぜ。雨で大絶滅？大洪水で陸が全て海に沈んでしまったのかな？実は、雨の時代が明らかになったのは1989年のことだが、その後の研究によりこの雨の時代はまたもや大規模な火山活動が、引き金になったのではないかとの見解が出されたぜ。そして、それによってもたらされたのは雨だけではないぜ。寒冷化ももたらされた。なぜ火山活動が活発になると寒冷化するのかな？直感的には結びつかないと思うが、そのメカニズムはこうだ。マグマの熱で大量の煙が上がると、その中に含まれる SO2 二酸化硫黄が巻き上げられ、その粒子が太陽光が地表に届く前に反射してしまう。さらに、光が遮られるので植物は光合成ができず CO2 も減ってしまい、地球は熱を溜め込むことができなくなっていく。なるほどね。それで寒冷化が起きたんだね。その結果また大量絶滅が起きたということか。この大量絶滅によって、中生代初期に幅を利かせていたワニたちが姿を消した。その後、探求類の子孫であるキノドン類、ディキノドン類も絶滅し、残された哺乳類たちはまたもや細々と生き残ることになったぜ。これが決め手になったのかはわからないが、キノドン類、ディキノドン類は毛皮を身にまとっていたぜ。寒いから毛深くなったんだね。ちなみに、最後のキノドン類である、トリケロドンは石川県の白亜紀前期の地層から見つかっている。日本でも見つかっているんだね。このトリケロドンは月歯類、現代でいうビーバーなどに似た、小型の肉食動物であったと考えられている。恐竜は？一方の恐竜たちはまたもや絶滅してしまった生物たちの穴を埋めるように一気に多様化していき、中生代はご存知の通りの恐竜の時代へとなっていったぜ。なるほどね。これまでの経緯からもわかるように、恐竜の時代はいきなり始まったわけではなく、紆余曲折を経ていたことがわかるぜ。そこに至るまでには、探求類が栄えたペルム紀とパンゲア超大陸があったわけだね。特にパンゲア大陸の活動には注目だぜ。ペルム紀の大量絶滅は大規模な火山活動によって引き起こされたことは先にも言ったな。さらに、三畳紀にも火山活動が引き金となった大量絶滅が起きていたことも述べたな。これらの火山活動はなぜ起こったのかな？それは、地球が絶えず動いていたからだな。つまり、大陸は動き続け、すでにパンゲア大陸が分裂しようとしていたということだぜ。今の地球のような大陸に向けて分裂しようとしているんだね。物事には、始まりがあれば終わりもある。むしろ、パンゲアという超大陸も悠久の流れのうちの一つの瞬間でしかなかったのだろう。ペルム紀の末期からすでにパンゲアは分裂を始めていた。これにまつわる2回の大量絶滅とちょうど符合するぜ。そして、2億年もの長い歳月を経て、大陸は今私たちが知っている地球を形作っていったんだね。探求類の映画はパンゲア大陸と共に始まり、中生代の三畳紀にパンゲア大陸と共に消えていった。長い年月をかけていたけど、なんとも儚いね。だが、私たち哺乳類はこうして今も地球上に存在しており、大きな流れの中に生かされているという気がするな。探求類の子孫たち。古生代には酸素濃度が 30% 程度あったのが中生代の三畳紀には一気に 15% にまで下がる。15%? 今よりも少なかったの？
探求類は古生代の環境に適応していたため、中生代はもはや別世界だったことだろう。酸素濃度の低下に対応することができたわずかな種のみが哺乳類として生き残ったということか。一方、恐竜たちは低酸素に適した呼吸器システムを備えていったと考えられている。現代も生き残っている鳥類は恐竜の子孫であると考えられているが、鳥たちは気嚢という呼吸器官を備えている。この気嚢という器官を恐竜たちが備えていたと考えられているんだぜ。鳥たちに恐竜の名残があるだなんて。これは肺の前後についていて、新鮮な空気を取り込んだ後気嚢から肺に空気が送られ、それによって肺からは古い空気が前気嚢に押し出されていき、常に肺に新鮮な空気が行き渡るようにするというものだぜ。ジュラ紀には酸素濃度は 12% ほどまで低下したとされているが、この低酸素時代を生き残るのに有利な呼吸システムを、手に入れた恐竜たちはどんどんその勢力を広げていった。低酸素時代を制した者たちが時代を制する。一方の哺乳類は、横隔膜による新たな呼吸方法の獲得により、辛くも生き残っていったとも考えられている。哺乳類たちは涙ぐましい進化をしていたんだね。その後1億5000万年も続いた恐竜の時代を哺乳類たちはひっそりと生き延びていったぜ。私たち哺乳類の耳は、常に恐竜の様子を伺うために、独自の進化をしていったとも考えられている。確かに哺乳類には耳が良い仲間が多いね。とはいえ、爬虫類たちと比べて特別に耳が良いというわけでもないようだぜ。もしかして目も違う進化をしたということかな。目に至っては、恐竜が闊歩する日中の活動を避け暗がりで活動していたために、他の生物の目は4つの色素を感じられるのに対して、哺乳類の目は3つの色素しか感じられないと言われている。恐竜の方が多く色素を感じていたの？哺乳類は暗がりで活動していたから退化しちゃったんだね。恐竜に怯える時代を過ごしていなかったら、私たちの見ている世界はもっと彩り豊かだったのかもしれないな。残念。6600万年前には、再び大量絶滅が訪れ、恐竜たちの時代であった中生代は終わりを迎える。哺乳類たちもまた絶滅の危機に瀕しただろうね。ペルム紀をひっそりと生き残った早球類が恐竜へと進化の糸を紡ぎ繁栄していったように、新生代は哺乳類の時代となっていく。長い、長い不遇の時代を超えて、探求類の血統は私たちへと受け継がれたんだね。今回の動画は以上だぜ。私たちの長祖先である探求類について紹介してきたぜ。いかがでしたか？まさか、エダゴサウルスみたいな生物が、私たちと同じ哺乳類の先祖だったことには驚いたね。また超大陸パンゲアもまるで伝説のようで信じられない存在だったが、様々な研究のもと証明されたことがわかったな。今回挙げた動物たちはほんの一部だろうからもっと調べてみたくなるね。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、古代のカエル、ベールゼブホについて解説していくぜ。カエルって古代から存在していたの？白亜紀は大陸の分裂が起こり、様々な生物が多様化していった時代だ。そんな時代に生息し、恐竜を食べる恐るべき生物が、ベールゼブホだぜ。どんなカエルなのかとても気になるわね。この動画を見れば、恐ろしい古代のカエルベールゼブホの特徴と、驚くべき生態がわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。ベールゼブホは後期白亜紀に存在していた大型の無尾目、つまりカエルの一種だ。マダガスカル共和国のマハザンガにある前腹の類層で化石が発掘され、2008年に、ベールゼブホという俗名が付けられたぜ。まだ最近のことなんだね。2008年当時は、地球上最大級のカエルとされていたが、その後の調査でより完全な化石が発掘され、現世で最大のゴライアスガエルよりも小さいことがわかっているぜ。それでもかなり大きいんだろうね。ベールゼブホの見た目は、現世のツノガエルによく似ていると言われている。巨体と比例して大きな口は15センチにも開くといい、目の上部分に角状の突起を持っているのも特徴の一つだぜ。うわ、その大きな口で丸飲みしちゃうのかしら。強靭な顎は60から200キロ以上の攻防力があり、これは狼やメスのライオンに匹敵するんだ。そのカエルとは思えないほどの攻防力で、同じ生息域にいた爬虫類や恐竜の幼体を捕食していたようだぜ。体は小さいのに、恐るべき捕食力。例を挙げるとトカゲなど小型の脊椎動物のほか、孵化したばかりの恐竜の幼体を食べていたとも言われている。復元画では同じマダガスカルに生息していたマジュンガサウルスや、ラペトサウルスなどの恐竜の幼体を捕食する姿が描かれることもあるようだぜ。まさかカエルが恐竜を食べるなんて想像もしなかったよ。
2008年時点では、ベールゼブホの体長は 42.5 センチ、重さは 4.5 キロあったと推測されていたが、その後研究が進むにつれ、当初の半分ほどの 23.2 センチほどではないかという説も浮上しているぜ。それでもでかいけどね。ベールゼブホの俗名の由来は、悪魔という意味を持つ、ベルゼブブと、引き返るの学名、ブホを合わせた混声語で、日本語に訳すと、悪魔の引き返るという意味になるんだぜ。恐竜まで食べちゃうんだから、まさしく名前の通り悪魔だよね。これまでの調査で恐竜の幼体などの餌生物を丸飲みしていた可能性も示唆されているので、その食性や性格こそ、悪魔の引き返ると呼ばれるゆえんなんだぜ。きっと当時の生物からも恐れられていたんだろうな。また頭部に突起があるのが特徴で、その突起が盾のように見えることから、死傷名はマダガスカル語で、装甲を意味する。安ピンガという言葉がそのまま用いられているぜ。突起がついているなんて面白いよね。見た目が似ていることから、南アメリカに現存するツノガエルの近縁種ではないかと推測されている。諸説あるようだが、ツノガエル同様、攻撃的な性格だったのではないかと言われているぜ。そこは間違いなく、攻撃的だっただろうね。白亜紀は恐竜の全盛期で、特に後期白亜紀はティラノサウルスなどの肉食の恐竜も多く生息していた。その中でベールゼブホは、7500万年前頃から6500万年頃の白亜紀末まで生息していたぜ。白亜紀が含まれる中生代は、大陸の移動が起きた時代でもあるわね。そのため気候条件などに適応し、生物多様性が生じたとされている。ベールゼブホが生息していた時代をイメージしやすいように、同じ時代を生きた恐竜の一部を紹介していくぜ。ティラノサウルスは6800万から6600万年前に北アメリカ大陸に生息していて、全長約13メートル、最大体重は9トンと、大型獣脚類の中でも最大の体格を誇る恐竜だ。肉食恐竜と聞いてイメージする恐竜の一種だが、誕生したのは白亜紀末期頃なんだぜ。ということは、ベールゼブホはティラノサウルスよりもはるか昔から生息していたわけだね。アルバートサウルスも、ベールゼブホと同じ後期白亜紀から末期を生きた恐竜だ。7060万年前から 6604.3 万年前にかけて生息していたとされているぜ。小さな2本指の前肢が特徴的な二足歩行の肉食恐竜だよね。鋭い歯が並ぶ強靭な顎、大きな頭部を持っている。1884年に初めてその化石が発掘されてから、30体以上の化石が次々に発掘されているぜ。ゴルゴサウルスは7660万から7510万年前の後期白亜紀に、現在の北アメリカ西部に生息した獣脚類だ。ゴルゴサウルスもまた、7500万年前頃に誕生したとされるベールゼブホと同じ時代に生息していた恐竜だぜ。ゴルゴサウルスも、大きな顎が特徴的だね。アルバートサウルスと合わせて、多くの化石が発掘されている種になるぜ。トリケラトプスは、草食恐竜と聞いて一番にイメージする恐竜の一種だ。約6805万から6550万年前の地層から発見された種で、ベーゼルブホと同じ白亜紀後期から末期を生きてきたぜ。トリケラトプスは有名な恐竜だから、知っている人も多いだろうね。大きなフリルと3本の角が特徴的な4足歩行の恐竜だ。全長は約9メートル、体重約12トンと角竜の中でも最大級の大きさだぜ。ケサルコアトルスは約6800万から6600万年前に北アメリカ大陸に生息していた恐竜で、史上最大級の翼竜と言われているぜ。巨大な翼がかっこいいわよね。ティラノサウルスと同じくらいの時期に誕生し、ベーゼルブホと同じ後期白亜紀を生きた恐竜だ。1971年に、アメリカ合衆国テキサス州ビッグ、ベンド国立公園内の白亜系地層で発見されたぜ。アンキロサウルスも、後期白亜紀に北アメリカに生息していた恐竜だ。体長は約 5.5 から 10.7 メートル、体重は約 4.5 から7トンあったと言われている。体が装甲で覆われていることから、連結したトカゲという意味の俗名が付けられたぜ。なんとも強そうな風貌だわ。尻尾の先には大きな骨塊があり、また体を覆う装甲は、楕円形の骨盤と骨質のスパイクで構成されていたと考えられているぜ。恐竜と聞いてイメージしやすい種は、現在の北アメリカから多く出土している。では、孤島のマダガスカルにはどのような恐竜がいたのか。次は、ベールゼブホと同じマダガスカルに、同じく後期白亜紀に生息していた恐竜について解説していくぜ。知っている恐竜はいるかしら？ラペトサウルスは後期白亜紀の恐竜で、短くて細い尻尾、長い首を持つ、典型的な竜脚類だ。ベールゼブホと同じマダガスカルに生息していたぜ。キタノサウルス類の恐竜だね。
ラペトサウルスは白亜紀末に生物が大量絶滅した時まで残っていた最後のティタノサウルス類で、南半球では支配的な草食動物だったとされているぜ。マジュンガサウルスは、ベールゼブホと共存していた恐竜の一種だ。全長約8メートル、体重約1トンの中型獣脚類で、マダガスカルのマジュンガ州の州都である。マジュンガの近くで化石が発見されたことにちなみ、その名前が付けられたそうだぜ。長い尻尾が特徴の恐竜だね。後期白亜紀のマダガスカル島における、頂点捕食者だったと考えられているぜ。ベールゼブホと同じ後期白亜紀にマダガスカルで生息していたマシアカサウルスは、食性は肉食性で、特に魚食性だ。マシアカはマダガスカル語で、危険な、凶猛なといった意味を表しているぜ。名前からして、危ない恐竜だと推測できるわね。全長は 1.5 から 1.8 メートル、推定体重は 36.3 キロと、恐竜にしては小さい種なんだぜ。へぇ、そんな小さな恐竜もいたんだね。ここでは、ベールゼブホはいつ頃マダガスカルに誕生したのか、その進化の過程を解説していくぜ。お願いするよ。ベールゼブホや原生のカエルの祖先は、今から約2億9000万年前にあたるペルム紀前期に、北米に生息していた名刺や高分追目に属する陸生の両生類と言われている。カエルの祖先と言われているのはゲロバトラクスという名前のカエルで、学名はギリシャ語で、古代のカエルという意味だぜ。そのゲロバトラクスは、どんなカエルなのかな？ゲロバトラクスの見た目は、カエルと違って尻尾があり、復元画を元に例えるならば平たいオタマジャクシに足が生えているような体格をしているんだ。また胴が長く、サンショウウオのようだとも形容できるぜ。あまりカエルっぽくない見た目をしているんだね。ゲロバトラクスの口には、歯があったことが明らかになっている。またカエルのように飛び跳ねて移動できず、サンショウウオのように体をくねらせて歩いていたと考えられているんだ。原生の両生類と同様、肉食性と推測されているが、餌となる生物を捕食するときには突進して獲物を捕まえていたようだぜ。カエルの祖先は飛び跳ねることができなかったなんて、驚きだね。しかし子牛の歯骨が長く発達している、剥き出しの鼓膜があった可能性があるなど、原生のカエルに通じるような特徴も多くあるんだぜ。ほう、そうなんだね。頭部はすでに原生のカエルのような形をしていながら、体格はサンショウウオのようにも見えるこのゲロバトラクスは、ムビ類のカエルとサンショウウオやトカゲなどの有尾類に共通する祖先と言われているぜ。なるほどね。両生類はそれまでにも、クラッシギリヌスなどのケントウ類やレキスクス結脚目など、様々なグループが出てきていたのだが、現代までに生き残ったのはムビ目と有尾目、そしてアシナシイモリなどの無足類の3グループのみなんだぜ。それらはどこで分岐したのかしら。もともとカエルなどのムビ目とサンショウオやトカゲなどの有尾目は、3億年前の石炭紀に分岐したと見られていた。ところが、1995年アメリカテキサス州で全長11センチのゲロバトラクスの化石が発見され、その後カルガリー大学で研究が進められた結果、ペルム紀初期から中期の、およそ2億7500万年から2億4000万年前に分岐したという説が新たに浮上したんだぜ。新たな事実が分かってきたんだね。無尾目と有尾目の特徴を合わせ持ち、共通の祖先と考えられているゲロバトラクスは、無尾目と有尾目のルーツをたどるための貴重な存在なんだ。ちなみにこの研究結果が発表された2008年は国際カエル年で、2008年はベールゼブホが命名された年でもあるんだぜ。なんだか深いつながりを感じるね。三畳紀、約2億5190万年前から約2億130万年前には、体長はゲロバトラクスと変わらない、10センチほど長い胴と短い尾を持ちながらも、頭部はカエルの原生種とよく似た特徴を持つ両生類に進化した、トリアドバトラクスが誕生したぜ。胴体や足には現在のカエルのような特徴はまだ見られないね。しかし子牛は原生種のカエルほどではないにしても発達はしていて、これは水の中を泳ぐために発達したと考えられている。また耳に大きな開口部があることから、鋭い聴覚を持っていたと推測されているぜ。現在のカエルに似た部分は何かあるのかしら？トリアドバトラクスが現在のカエルに近づいた点としては、歯がなくなり肋骨が退化した点が挙げられるだろう。現在のカエルは脊椎がわずか9個ほどしかない。これは骨の数を減らすことで、太く頑丈な背骨に進化させた結果なんだ。ほう、すごい進化だね。ところが三畳紀に誕生したカエルの祖先の一種、トリアドバトラクスの脊椎の骨は24個もあったんだ。また尻尾も残っていて、足は短く、ジャンプでは移動できなかったと考えられている。一体いつから飛び跳ねるようになったのかな？ジュラ紀にはトリアドバトラクスかその近縁種の子孫が、原生種のカエルのように跳躍の得意な体へと進化し、世界中に急激に分布を広げたと言われているぜ。少しずつ、でも確実に進化していったのね。
電気ジュラ紀、2億130万年から1億7410万年前には、現生種のカエルとほぼ変わらない見た目をしたビエラエッラが誕生したんだ。お、ついに来たわね。ビエラエッラの脊椎の数は10個で、また極端に長い格子もあったことから、現在のカエルのようにジャンプして移動していた可能性が考えられているぜ。特徴が現在のカエルと似ているね。ベールゼブホの誕生よりも遡ること2400から2500万年前、後期白亜紀の中ロニアン紀頃に誕生したと考えられているのが、エレクトロラナ、リモアエというカエルだぜ。とてもオシャレな名前のカエルだね。カエルは世界に約7000種いると言われていて、そのうちの3分の1以上が各地のタウリンに生息している。タウリンはその高温多湿という気候のためか、両生類の化石記録がこれまでほとんどなかったんだ。ふむふむ。最近になってミャンマーのビルマ湖泊の中から、恐竜と同じ時代に生きていたと見られる熱帯産の小さなカエルの化石が4つ見つかった。熱帯のカエルの化石としては最古のものと考えられていて、中でも保存状態が良好だった種が新種として記載され、エレクトロラナ、リモアエと命名されたんだ。そのエレクトロラナ、リモアエは、どんなカエルなんだろう。中国地質大学の経立達氏が率いる研究チームが発表した論文では、琥珀の中から見つかったカエルも体長は 2.5 センチ未満と推定されている。9900万年前のカエルたちは、ミャンマー北部のビルマ湖泊から見つかった。同じ採掘場では、エレクトロラナの化石が見つかる以前にも恐竜の親、無数の昆虫など、貴重な化石が多く見つかっているぜ。まるで化石の宝庫だね。研究チームの CT スキャンにより、エレクトロラナの化石からは多くの情報を得られ、現生のカエルに通じる特徴があることが分かったんだ。解析の結果から、エレクトロラナは現生のスズガエルやサンバガエルなどと同じ、最古の系統の一つに属していたと推測されている。研究技術のおかげで、いろんなことが解明されてきたんだね。そして約7000万年前にあたる後期白亜紀のマダガスカルに、ベールゼブホが誕生した。頭部が非常に大きく、また口を大きく広げることができるため、比較的大きな獲物を捕獲していた可能性が高いと言われているぜ。現生のカエルもヘビを食べることを考えると、ベールゼブホが恐竜を食べていてもおかしくはない気もするわね。ベールゼブホは分類上はツノガエル類というグループの近縁であると言われ、復元される姿も現生のツノガエルに近いものがほとんどだ。ツノガエル類は肉食性が強く、普段はじっと動かないことが多いが、狩りになると途端に攻撃力が高くなる獰猛なカエルで、自身と同程度の哺乳類、またヘビまでをも捕食対象としている。獰猛で何でも食べてしまうところが、とても似ているわね。ツノガエル類はベールゼブホの近縁種と言われているが、不思議な点が一つあるんだ。それは、ベールゼブホの化石はマダガスカルで多く見つかっているが、現生のツノガエルは南アメリカ大陸だけに生息しているという点だぜ。ベールゼブホのいるマダガスカルと、ツノガエルのいる南アメリカ大陸はまさに地球の反対側だよね。そのためベールゼブホとツノガエルが近縁と言われる理由を知るには、大陸移動説についても理解する必要があるんだ。マダガスカル島は約1億6000万年前、現在のアフリカ、南アメリカ、インド、南極、オーストラリアで構成された超大陸ゴンドワナが、アフリカから分離し、その後約8800万年前にインドが切り離されたためにできた孤島だぜ。キツネザルなどが有名だね。ゴンドワナ大陸は、約6億年前にパノティア大陸が分裂して誕生したと考えられている。約3億年前の石炭紀の後期までに、ゴンドワナ大陸は北上して、赤道付近にあったユーラメリカ大陸と衝突し、パンゲア大陸を構成する一部になった。ふむふむ、ペルム紀にはパンゲア大陸はシベリア大陸とも衝突し、地球上のほぼ全ての陸地が一つの超大陸となった後に、ジュラ紀中期の1億8000万年前頃、パンゲア大陸は再びローラシア大陸とゴンドワナ大陸に分裂。その後ゴンドワナ大陸は西ゴンドワナ大陸と、東ゴンドワナ大陸へ分裂し、さらに白亜紀に入ると、西ゴンドワナ大陸はアフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂。東ゴンドワナ大陸は、インドア大陸、マダガスカル島と、南極大陸、オーストラリア大陸の2つに分裂したと考えられている。何度も衝突、分裂を繰り返してきたんだね。そしてベールゼブホやマジュンガサウルスなどが存在した後期白亜紀には、インドア大陸とマダガスカル島が分かれたと言われている。南アメリカ、アフリカ、インド、南極、オーストラリアから見つかった生物を、ゴンドワナ要素といい、グロッソプテリスやバオバブといった植物は、ゴンドワナを構成していた各地に共通して分布しているぜ。その大陸移動によって、ベールゼブホと、南アメリカに現生するツノガエル類が分かれて進化していったと考えられているわけだね。かつては後期白亜紀まで南アメリカ大陸とマダガスカル、
南極大陸は陸続きだった可能性も考えられていたのだが、様々な研究が進み、後期白亜紀までに孤島となったマダガスカルは、その気候や生態系に対応するマジュンガサウルスや、ベールゼブホのような生物を育んだとされている。白亜紀末までは、天敵の少ない孤島で生息していたのね。そして多くの生物たちと同じく、小惑星の地球衝突以降に起きた気候変動が原因で絶滅したと考えられているぜ。そうだったのね。絶滅した古代ガエルベールゼブホについて、少しでも理解することができただろうか。現世の角ガエルとベールゼブホが近縁種だという可能性について、大陸移動説が関係していたことは意外だったわ。興味を持ったら、もっと詳しく調べてみるといいかもしれないぜ。うん、そうしてみるよ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。霊夢はアンモナイトといえばどんな生物を思い浮かべる？大昔の生物で、ぐるぐる巻きの殻を持った貝って感じかな。アンモナイトは残念ながら絶滅しているから、生きている姿を見ることはできない。しかし異生物としては、生きている化石でもある、オウムガイと似ている感じもするが、実はちょっと違う生物だったりする。アンモナイトについて詳しいことは何にも知らないかも。今回は、古生代、中世代の海生層に化石として見られることも多く、地層の時代決定などにも使われるアンモナイトの不思議について解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。案外知られていないアンモナイトの生態。霊夢も巻貝のような形をしたアンモナイトの化石は、見たことがあるんじゃないか？うん、博物館で見たよ。アンモナイトは現在は絶滅しており、その姿は化石でしか知ることはできない。約4億2000万年前のシルル紀から生存していて、約3億5000万年以上もの長い間繁栄していた生物だ。本当に大昔だよ。大先輩。恐竜が生きている太古の時代、アンモナイトは世界中の海に生息していた。多くの情報は化石から知ることができる。アンモナイトはその姿から、巻貝の仲間と思われがちだ。でも実はイカやタコの仲間なんだ。そうなんだ。アンモナイトの化石の姿形から、最も近い種はオウムガイだと考えられてきたけど、オウムガイとアンモナイトは同じ祖先から分岐した。遠い親戚のような関係だ。実はイカやタコとの関係の方が近いことがわかっているぜ。アンモナイトは、オウムガイ類から分岐した生物ってことね。オウムガイは約5億年前のカンブリア紀に出現した。その後、いくつかの種に枝分かれするんだ。そのうちの一つである、オルソセラス目がアンモナイトや、現在のイカやタコの祖先となったんだ。ほほう。カンブリア紀からシルル紀の頃になると、アンモナイト類ゴニアタイト目が誕生。だけど、デボン紀、石炭紀、ベルム紀を経て絶滅してしまった。三畳紀になると、アンモニア類セラタイト目の繁栄が続く。恐竜が繁栄する、ジュラ紀にはさらに進化し、アンモナイト類アンモナイト目となり、白亜紀の末期まで生存していたぜ。進化しながら、ずっと歴史を繋いできたんだね。アンモナイトは約3億5000年以上もの長い間繁栄していたから、生態を知ろうとすると地球の歴史の年表も追うことになるな。軽くおさらいをしておこう。よろしく。地球上に生命が誕生したのが、今から約46億年前。先カンブリア時代に生命が誕生し、始生代が始まる。次に真核生物が出現した、原生代へと続いてくぜ。先カンブリア時代は46億年前以降、肉眼で見える大きさで硬い殻を持つ生物の化石が初めて産出する。5億4100万年以前の期間を表す地層時代。実に40億年も続いた期間を指している。ふむふむ。先カンブリア時代から地質時代、古生代に入り、カンブリア紀が始まるのが約6億年前。カンブリア紀の約5億年前にアンモナイトの祖先である、オウムガイ類の登場だ。やっとここでオウムガイ。古生代は、カンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、ベルム紀と続いていく。古生代の石炭紀までは、海の生物の繁栄の時代とされている。海から陸を目指す生物が出てくるのはいつ頃？オルドビス紀だ。約5億500万年前から4億3800万年前までの、約6700万年の期間だな。オルドビス紀の次の時代がシルル紀、アンモナイト類ゴニアタイト目が誕生する。来た来た。ゴニアタイト目に分類されるアンモナイトは、
一般的には小型で球状か、平板状の殻を持っていた。へぇ？シルル紀は約4億4370万年から4万1600億年前の期間、約2420万年間を指している。地上ではシダ類が出現した頃だ。シルル紀、デボン紀、石炭紀と繁栄したゴニア帯と木だけど、ペルム紀には絶滅してしまう。ゴニア帯と木の絶滅とともに古生代が終わり、次の地層時代である、中生代が始まるぜ。ほうほう。中生代は、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀と続く約2億4700万年前から6500万年前までの時代で、約1億8617万年の期間を指している。アンモナイト類ではセラ帯と木が繁栄していった。そして地上では恐竜が繁栄するジュラ紀に入ると、アンモナイト類アンモナイト木へ進化し、白亜紀の終わりまで世界中の海で繁栄するんだ。おお、歴史と一緒にアンモナイトを追っていくとわかりやすかったよ。簡単に古代の地層時代をおさらいしたけど、アンモナイト類という言葉が、どの時代でも出てきたよな。アンモナイトの化石をいくつか見たことがあれば気づくと思うけど、かなり種類が多いんだ。確かに大きさもいろんなやつ見たことあるよ。アンモナイトには時代ごとに絶滅したり進化したり、繁栄したりと長い年月をかけて忙しく変化してきた種でもある。地層時代を知る上で重要な目印のような役割も持っており、示準化石とも呼ばれているんだ。どのくらいの種類がいるんだろう。現在までに約1万種類以上も発見されている。アンモナイトといっても、いろいろな定義があって、さっき出てきた、ゴニア帯と木や、セラ帯と木は、オウムガイの仲間から分岐したグループだけど、アンモナイト木に入る仲間でもあり、どの時代から、アンモナイトとするかは諸説がある。ちょっとややこしいね。生物の分類は、ドメイン、海、門、鉱、木、家、族、種という分け方をしている。アンモナイト木は、動物界、軟体動物門、等速鉱に属しているけど、等速鉱にはイカやタコ、オウムガイも含まれている。これと同列と考えられているのが、アンモニア木、ゴニア帯と木、セラ帯と木だ。なんとなくイメージできたよ。アンモナイトとは、軟体動物門、等速鉱に分類される一群の総称だ。どこからどこまでをアンモナイトと正式に言うかは、定義はあるものの研究中で不明な部分も多い不思議な生物でもあるとも言えるぜ。なるほどね。アンモナイトはジュラ紀と白亜紀に生息しているけど、この中でさらに4つの亜木に分かれたりもしている。アンモナイト亜木、フィロセラス亜木、リトセラス亜木、アンキロセラス亜木だ。この亜木系統は、一体どのグループから分かれて進化したのか、どの系統から発生したのかはまだ分かっていないんだ。その、亜木っていうのは？生物の分類学上で、木と、蚊の間に置かれる階級のことだ。生物の種を細分化したい時に使用する分類で、例えば、月子木は、リスアモク、ヤマアラシアモク、ネズミアモクと分かれている。簡単にまとめてしまうと、祖先は同じでも形状が違う生物を、区別する時に使われるのが、アモクになるぜ。ほうほう。つまり、アンモナイトとされている種でも一括りではなくて、生きていた時代の特徴や形状が複雑に分かれていて、アンモナイトとされていても、どこから出現して、どの種から分岐して、どのように進化したアンモナイトだったのかは、まだよく分かっていない点も多いということなんだ。アンモナイトにはまだまだ秘密がたくさん隠されているのね。アンモナイトはイカやタコと同じグループに属している生物。つまり、肉食だった可能性が高いとされている。アンモナイトの化石の胃の部分からは有甲虫や海系類の殻、海ユリの破片が見つかったこともあるので、比較的に動きの遅い生物を捕食していたと推定されている。おとなしそうなのに肉食だったのか。化石で残されている殻の部分から触手が伸びていて、触手の根元の中央部に口がついていた。触手は90本近くもあった種もいれば、タコと同じように8本のもの。10本程度の触手を持つ種も発見されているんだけど、総じて口は根元部分の殻の奥についており、カラストンビと呼ばれるくちばし状の構造をしていたと考えられている。とりあえずみんな触手はあって、殻の奥に口があるのね。カラストンビの奥には、舌歯と呼ばれる無数の歯があり、獲物を飲み込むために使われたと推定されている。アンモナイトが絶滅してしまってるから、どんな風に食事をしていたかはわからないね。オウムガイやタコ、イカなどの現存している近しい生物の構造をモデルにして、化石に残された情報を詳しく調べるしか方法はないな。タコのように、筋肉の塊である触手を獲物に絡ませて捕食していたのか、
それとも泳ぐのが苦手なオウムガイのように、動かない腐食している生物も食べていたのか。研究が進んだり、新たなアンモナイトが発見されたら、新しい情報が見つかるかもしれないね。アンモナイトの最大の特徴である巻貝のような殻。あの殻の内部は、複数の部屋に分かれた構造をしているんだ。カタツムリや他の巻貝の殻の内部は、中に仕切りがなく一つの部屋になっているけど、アンモナイトの殻は奥の方がたくさん小部屋に仕切られている。そうなんだ。化石でアンモナイトの断面を見たことがあれば想像しやすいと思うけど、渦巻き状に丸くなり部屋を仕切る、隔壁が、化石になっても残っているから、見ることができる。この殻内部の構造は、現生しているオウムガイとも共通しているんだ。オウムガイもたくさんの小部屋を持ってるのね。オウムガイ属の同様に、体の軟体部が収まる。一番外側の大部屋、厨房と、その奥にあって浮力を担う小部屋。希望の連なりとで構成されている。厨房と希望は、隔壁筋を介して細い体幹、連室細管によって繋がっているんだ。ほうほう。現在ではアンモナイトは連室細管を介して浸透圧調整を行っていた、とされている。かつての研究では、基質は内部に体液を出し入れして、全体の重量を調節し沈降あるいは浮上する役割を果たしていた、と考えられていた。へぇ。でも、1970年代に発表されたオウムガイの研究結果で、オウムガイの基質は石灰化が不十分で、水圧に耐えられない形成初期段階には体液で満たされ、隔壁の強度が十分なものになると体液を排出することが判明したんだ。オウムガイの基質は浮力の獲得によるジェット推進の効率化や姿勢維持に寄与していて、アンモナイトも同様であったとする説が主流になっている。実際は一体どっちだったんだろうね。何せ今いないからね。アンモナイトが絶滅してしまった理由は6550万年前、白亜紀末期に起きた小惑星の衝突によって絶滅したと考えられている。 KPG 境界と呼ばれるこの時期に地球の自然環境は大きく変わった。恐竜を含めた多くの生物が絶滅してしまったよ。具体的には小惑星が衝突したことにより大量のススが地下から放出され、成層圏を数年間浮遊した結果、太陽の光が地上に届きづらくなった。それにより地球の温度が低下、降水量が砂漠並みに減り、植物が枯れてしまう。植物が枯れてしまったことで食物連鎖のバランスが崩壊し、多くの生物が絶滅したんだ。もちろん海の中にも影響しているよね。地上と同じように温度が低下、その結果アンモナイトも絶滅してしまった。というのが定説となっている。1万種類以上？アンモナイトの仲間たち。さっきも言ったけど、アンモナイトは現在までに、世界中で約1万種類以上もの多くの化石が確認されている。日本でも、北海道から白亜紀のほとんどの種類のアンモナイトが採取されていて、産出された化石の保存状態が良いため世界的にも有名な産出地として知られているんだ。日本でそんなに発見されてるなんて知らなかったよ。アンモナイトは化石に残された痕跡から種類を見分けることができる。化石の王様と呼ばれるアンモナイトは、約3億5千万年もの長い時間を、繁栄と衰退を繰り返しながら生き続けていた生物だ。色や形、大きさや産出する地域、化石になった時代によっても、多くの違った特徴を持っているんだ。どうやって見分けられるの？代表的なもので簡単な見分け方4種を紹介するぜ。発見された化石の特徴と生きていた時代も見ていこう。ダクテリオセラス属の一種。薄く幅の薄い殻を持っている。へそ部分が浅く広い形状をしている。前期ジュラキトアルシアン期。オルソスフィンクテス属の一種。厚く幅の広い殻を持っている。あばらの輪郭は比較的はっきりしている。後期ジュラキオックスフォーディアン期。リエリセラス属の一種。へそ部分が浅い。腹側の突起が3列、または5列。正中線上に突起がある。前期白亜紀アルビアン期。ドービレイセラス属の一種。へそ部分が深い。幅が厚く、ずんぐりとした形状の殻。腹側の突起が2列、または4列。正中線上に突起はない。前期白亜紀アルビアン期。おお、結構違いがあるね。この4種以外にも、多くのアンモナイトが太古の海には生息していた。この多くの種を分けるために、殻の形状以外の特徴である、縫合線も観察することが大事だ。縫合線って？
アンモナイトの殻の内部を構成している部屋を隔てている。隔壁が接する部分に出る模様のことを指している。縫合線の形状は年代による差異が明確で、高代のものほど複雑になる傾向があるんだ。例えば、ゴニア体と木の縫合線は山と谷からなる単純なものなのに対して、セラ体と木では山と谷の縫合線の間隔が狭く比較的複雑化している。アンモナイト木の縫合線は複雑なひだ状に折れ込んでいるぜ。どんどん複雑に進化してる。その要因としては、段ボールや波板、H 型鋼などと同様に、殻の強度を高めつつも軽量化を図るという互いに矛盾する課題を、達成するための仕組みと考えられている。すごい。アンモナイトの生きていた時代の海にも、強力な捕食者はいた。トカゲやヘビの近縁種である全長10メートルを超える。モササウルスはアンモナイトを捕食していたと考えられている。モササウルス知ってる？あいつは最強だよ。モササウルスの歯型が残されたアンモナイトの化石も発見されているぜ。このような捕食者から身を守るための硬い殻を、海中を自由に浮遊するための軽い殻を、と求めて進化した結果が、複合線に残されているんだ。両方叶えちゃうんだから、進化ってやっぱり面白い。だけど、すべてのアンモナイトの種が縫合線の複雑化の傾向を、持っているわけではないんだ。例外とされるアンモナイトも発見されてる。太古の海の生存競争は、激しいものだったと思うけど、案外のんびりと生活していたアンモナイトもいたのかもね。さっき紹介したアンモナイトの種類は、どれも綺麗な螺旋状を核殻を持っている種になる。この種以外にも、例えばアンモナイトとオウムガイの化石の見分け方は、もっと単純でわかりやすいぜ。オウムガイは、生きた化石と呼び名がつくほどの昔から生息している生物だし、オウムガイの化石もあるよね。約4億5000万年前から5億年前に誕生した種とされているから、化石として算出されるぜ。もちろん現在も生存してるから、海を漂うように泳いでいる。渦巻き状の殻を持っている生物がいたとしたら、それは間違いなくオウムガイだ。それで、化石の場合はどのように見分けるの？アンモナイトとオウムガイでは、大きさが全く違うんだ。オウムガイは大きい個体でも約30センチメートル前後。アンモナイトは、小さいものから大きなものだと2メートルを超える化石も発見されているぜ。2メートル？嘘でしょ？オウムガイの大きさを基準として、とても大きい、もしくは小さいものであれば、アンモナイトの可能性が高い。よく見ると殻の形状も変わっているから、どちらの化石か迷った時はじっくりと観察してみてくれ。以上、巻きアンモナイトって知ってる？アンモナイトも殻は綺麗な渦巻き状のものが有名だが、通常のぐるぐる巻きではない、少し変わった殻を持つアンモナイトがいるのを知ってるか？え？そんなに変わったやつもいるの？例えば、チョココロネのような形状の殻や、バネを目いっぱい伸ばしたような形状の殻を持つアンモナイトも確認されているぜ。美味しそう。そんな、通常とは違った殻を持つアンモナイトのことを総じて、異常巻きアンモナイトと呼び、種ごとに学名が付けられている。異常巻きアンモナイトは、アンモナイトの進化の中でも終わりの方である。中生代白亜紀に特に繁栄した。白亜紀は地上では恐竜たちが闊歩していた時代だよね。異常巻きアンモナイトが発見された当初、進化の末の危険や、病気、このような形になったので絶滅したなどの意見もあったそうだ。確かにそう思っちゃうよ。だけど、異常巻きアンモナイトの研究が進むにつれて、不思議な形をした異常巻きアンモナイトの殻にも、規則性があることが分かったんだ。でたらめな方向に殻が向かっているのではなく、規則性をもとに形作られているということは、種である可能性が高くなるぜ。じゃあなんでそんな不思議な形に進化したんだろう？綺麗な螺旋状のぐるぐるではない形の殻に利点があったのか。この疑問については、残念ながら、よく分かっていない。何らかの利点があって、このような不可思議な殻に進化したのかもしれないし、もしかしたら理由なんてなかったのかもしれない。自由だな。この、不思議な異常巻きアンモナイトは日本でも見ることができるぜ。さっき北海道では、状態の良いアンモナイトの化石が発掘されるって言ったけど、この異常巻きアンモナイトも発見されている。というか、北海道ではたくさん発見されてるんだ。そうなんだ。なんで北海道にたくさんいたの？北海道には約1億年前の白亜紀に蓄積した、エゾ層群と呼ばれる地層が、北海道中央部を北から南へ縦断して分布していて、そこからアンモナイトをはじめイノセラムス、クビナガユウやモササウルスなどの海生爬虫類の化石が多く発見されているんだ。クビナガユウまで、
北海道で見つかったアンモナイトは約190種余り。北海道のアンモナイトを世界的に有名にしたのは、1903年に地質学者の矢部久勝博士の論文の発表だ。中でも異常巻アンモナイトの種である、ニッポニテスは、日本の代表的なアンモナイトとして知られるようになったぜ。日本を代表する化石。ニッポニテスってもちろん日本から来てるんだよね。ニッポニテスと名付けられた異常巻アンモナイトは、中生代白亜紀末に日本列島のカムチャッカ半島などの沖の浅海に生息していた。その当初は標本1個分しか発見できなかったので、異常巻アンモナイトは、奇形ではないかとの見方が多かったんだ。そう言ってたね。だけど、1926年に東北帝国大学理科大学地質学教室の誤解性であった。清水三郎氏によって全く同様の巻き方を示す別の個体が発見され、ようやく種として一般に認識されるようになった。もしかして種なのかも？って思い始めたってことよね。種として認識された後も、異常巻アンモナイトは発見された地層の年代もあり、進化の袋小路に入り系統としての寿命がつき、異常な巻が生じた奇形的なものとして解釈されてきた。そっか。発見した矢部博士は巻き方に規則性はあるという見解を示していたけど、この説はなかなか顧みられることがなかった。後年になり、コンピューターシミュレートによる解析が行われ、規則性があることが再発見される。類縁種であるからの螺旋がほぐれてコルク抜き状になっている。ユーボストリコセラジャポニカムが、螺旋の成長を左右に定期的に蛇行させることにより、この形状が再現されることが分かったんだ。なんちゃらジャポニカムやるじゃない。現在では、奇形的なものであるという見解は訂正され、むしろアンモナイトが様々な環境に適応して進化した例とされるようになった。ニッポニテスが不可思議に蛇行した複雑な殻を持つ理由については諸説あるけど、海面動物と共生関係にあったや、海中を浮遊するための形状であるなど、様々な説が唱えられ、現在も研究されているんだ。なるほどね。2017年に国際古生物学協会が、国際化石の日を10月第2週の土日として制定した。それを受けて、日本古生物学会は、矢部久勝博士が、ニッポニテスミラビリスを新種登録した10月15日を、化石の日としたぜ。おお、化石の日なんてのがあったのね。学名に日本の名を冠する化石であることから、日本古生物学会のシンボルマークもニッポニテスが採用されている。自分が発見した化石がシンボルマークになるなんて、博士も嬉しいだろうね。アンモナイトは世界中で発見されている化石であるとともに、その生態は多くの謎に包まれている絶滅生物でもある。今回取り上げたアンモナイトの生態や特徴はごくわずかで、まだまだ面白い情報がたくさん詰まっている生物なんだ。アンモナイトが海の中でどうやって泳いでいたのか、どうやって生活していたのかとか、生きている姿を見て確認することはできないけど、化石からどんどん読み解いていってほしいね。アンモナイトの化石は、案外近くで見ることもできる。駅やビルの床や壁などに隠されていることも多いぜ。そんなに身近に？街中アンモナイト探索をしてみるのも楽しいかも。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。太古の海には、現代のホホジロザメより巨大な肉食ザメが生存していたことを知っているだろうか？あ、メガロドンのことかな？ここのチャンネルでも何度か取り上げられているよね。発見されている化石などから生存していた事実は認められているものの、その大きさや絶滅理由など詳細が不明な部分も多々ある伝説のサメだぜ。海のギャング、シャチオも圧倒する最強のサメだなんて言われてもいるよね。そんな古代最強と呼ばれるメガロドンが、実は現代にも生存、実在していたら？え？まさかそんなのありえないよね。今回はそんなメガロドンの絶滅の理由や生存説にも迫って詳しく解説するぜ。それではゆっくりしていってねー。皆さんの中に、メグ、ザ・モンスターという作品を見た人もいることだろう。あれは、恐ろしい映画だったよね。2018年に公開された SF、アクション、スリラー映画で、この中で超巨大ザメが登場するが、このサメは、メガロドンと呼ばれていたぜ。実際に古代に生息していた生物でもあるんだよね。中新世初期から先進世にかけて生息していたと考えられているぜ。年代で言うと何年前になるの？
約2300万年から360万年前と言われているが、約1800万年から約150万年前とする説もあり、研究者によって年代などに開きはあるな。とにかく大昔に生息していたということだね。メガロドンはサメの一種で、古代ギリシア語が名前の由来だぜ。ギリシア語で、大きいを意味する、メガロと、歯を意味する、オドンの合成語だぜ。正式名称は、カルカロクレス、メガロドンもしくは、カルカロドン、メガロドンと呼ばれ、和名は、昔オオホホジロザメとなっている。やっぱり獰猛なホホジロザメの仲間なんだ。全長は推定で最大10メートルや13メートル、20メートルと様々な説があり、はっきりとは分かっていない。そして重さも20トン程度あったのではないかと言われているぜ。なんでそんなにあやふやな情報なの？化石が残っているならもう少し他の恐竜みたいにわかりそうだけど、サメは骨がない軟骨魚類なんだ。よって化石として残るのは歯だけなんだぜ。歯は丈夫な石灰質をしていたため化石として残ることができたんだ。そのため全長は歯の大きさからしか推測できないんだ。だからなかなかはっきりとした大きさを特定するのは難しいんだね。歯の形は、ホホジロザメと同じように鋭く尖った三角形で、厚いエナメロイドで覆われているぜ。エナメロイド？エナメル質ではないがエナメル質のような構造だぜ。ペルーで約1500万年前の地層から発見された歯は、最大で17センチメートルもあった。17センチメートル？手のひらの上に乗せてもはみ出してしまいそうなほどの大きさだね。また、この歯の縁はノコギリのようなギザギザの形をしていて、顎の中の上下左右に合計58本並んでいた。58本。サメの歯は、一生を通して抜けては生え変わるというサイクルを繰り返しており、生涯の総数は4万本にもなるぜ。メガロドンもそうなの？もちろんメガロドンも同様であったらしく、海底で彼らの化石がたくさん発見されているのはそのおかげだぜ。古代の海底はメガロドンの抜けた歯だらけだね。ちなみに顎の幅は 2.7 メートルから 3.4 メートルと推測されているぜ。顎の幅だけで3メートルもあったら人間なんて人のみだね。と言っても、そんな巨大なサメは映画みたいにきっと遠く海外で見つかったものでしょ？日本には縁がなさそうだね。しかし、実はメガロドンの歯を加工したものが縄文時代の遺跡で見つかっているんだぜ。他にもヨーロッパやアメリカ、アフリカ、オーストラリアなど世界中で化石が見つかっていて、メガロドンは世界各地の暖かい海に分布し、いずれの場所においても、海の支配者として君臨していたと考えられているぜ。メガロドンの噛む力は、N で表すと、10万8514ニュートンから18万2291ニュートンであったことがわかっているぜ。ニュートン？確かにニュートンじゃわかりにくいな。では、重量キログラムに変換して他の生物と比べてみよう。KGF はテレビなどでも、噛む力を比べるときに使われている単位だぜ。人間が比じゃないことは大きさから言ってもわかるけど、メガロドンの顎の力はとんでもないね。現存する生き物の中で一番顎の力が強いと言われるナイルワニや海洋最強魚類のホホジロザメ。地上最強を誇るティラノサウルスでさえメガロドンの噛む力の半分にも及ばないぜ。どれだけ驚異的な存在であったかがこれだけでもわかるね。メガロドンは、目の前を横切るものなら何でも襲って食べてしまいそうな風貌だが、実はかなりの偏食家だったのではないかと考えられているぜ。どんなものを食べていたの？体長5メートルに満たない小さなヒゲクジラやアザラシ、アシカなどの先祖ばかりを狙い、好んで食していたことがわかっているぜ。お肉が大好物なんだね。それにしても歯の化石しか残っていないのにどうしてわかったの？メガロドンにかじられた歯型が残されているクジラの背骨やヒレの化石が見つかっているんだ。歯型？メガロドンはその大きさを維持しなければならない観点から、クジラが主食になっていたと言われているぜ。そういうことか。ヒストリカルバイオロジーに掲載された研究によれば、メガロドンの稚魚は母親の体内でまだ孵化していない卵を食い、もしかしたらすでに生まれた兄弟らも食べてこの世界に誕生したと考えられるそうだぜ。お母さんのお腹が事件現場。骨格が軟骨でできているため、残された歯の化石によって、研究が進められていることは先ほども紹介したが、数少ないながら、歯以外の部分も見つかっているんだぜ。どの部分？それは脊椎だぜ。アメリカ、デポール大学をはじめとする研究グループは、その脊椎に注目して太古の海の王者の実像に迫ったぜ。なんかわかった？サメが成長するとき、脊椎にちょうど木の年輪のような層の痕跡が残る。椎骨の化石を詳しく調べることで、孵化した年齢や死亡した年齢等を推定したんだ。脊椎からいろんなことがわかるんだね。そこで、同一の個体のものだと考えられている15個の脊椎を、X 線マイクロ CT で解析したぜ。どんな結果だった？これまでの研究の知見に基づく計算によると、そのメガロドンが死んだ時の体長は 9.2 メートルで、年齢は46歳だったと推定されたぜ。
さらに出生時の大きさは2メートルだったと考えられる。2メートル。メガロドンの稚魚はこの世に誕生した時から、凶暴で、そしてすでに人間よりも大きかったんだ。メガロドンについてもう一つ重要なことが分かった。彼らは胎生である可能性があるんだ。サメって魚類だから卵生じゃなかったっけ？実はサメには卵生と胎生がいるんだ。ホホジロザメも属するネズミザメなどは母親の体内で子供が育つ胎生だぜ。メガロドンもこの胎生だったかもしれないんだね。これらのサメの胎生は非常に変わっているぜ。まず卵は子宮の中で孵化される。そして、さっきも言ったが、子宮の中で生まれた稚魚は同じ子宮にある未受精卵を食べて育つんだ。これを卵食性というぜ。まだ生まれてない弟や妹たちを食べちゃうんだね。しかもお母さんのお腹の中。また同じくネズミザメの仲間のシロワニの稚魚などは、未受精卵だけでなく、どうにか孵化することができた兄弟まで食べてしまうぜ。ついつい人間だったらと想像すると、とんでもないスプラッターがお母さんのお腹の中で繰り広げられているようで本当怖い。しかし、これは彼らなりの進化の過程で得た生殖方法なので、彼らにとっては当たり前だぜ。そして、どうやらメガロドンもこうしたタイプの生殖を行うようだということが分かった。お腹の中で兄弟を食べて生き延びないと誕生することができないだなんて壮絶だね。逆に考えれば、生まれる前から熾烈な生存競争を生き残った。最強にして唯一の稚魚のみが生まれてくるということだ。ある意味サメ界のスーパーエリート。さらに十分に母親の体内で栄養を取った稚魚は外に出た時点ですでに体が大きいという利点がある。産むとき大変そうだけど、これこそ過酷な自然を生き抜くための生存戦略だぜ。だからこそメガロドンはこんなにも巨大になったんだね。また今回の研究からは、メガロドンの寿命は少なくとも88から100歳はあっただろうと結論付けられている。理論上、500年生きたとしてもおかしくはないそうだぜ。圧倒的な体格に加え、驚異的な噛む力と大きく鋭い歯を兼ね備えたメガロドンは、まさに最大にして最強のハンターであったことは間違いないだろう。でもさ、メガロドンって絶滅したんだよね？こんな最強生物がなんで絶滅したんだろう。そのことについては、現在考えられている主な絶滅理由が3つあるぜ。この説が最も有力とされているが、およそ600万年前に海水温が低下し始めたのが絶滅の原因とする説だぜ。環境の変化か。もともと暖かい海域に生息していたメガロドンは、海水温が徐々に低下していったことによって、その生息地を失っていったのではないかと考えられているぜ。最強生物といえども環境の変化には対応できなかったということだね。仮にその時生きていたメガロドンが生き抜くことができたとしても、繁殖ができないことと、弱い幼魚にはそれを耐える体力がなく、幼魚が育たないことが想像されるぜ。そっか。子供が育たなければ子孫は残らないからね。しかし、寒冷地となる場所からも一部メガロドンの化石が発掘されている例があるんだ。え？寒さにも対応できたメガロドンもいたということ？そのため、この説に懐疑的な意見もあるようだぜ。簡単に言うと餌がなくなったとする説だな。なんで餌となる哺乳類たちがいなくなってしまったの？これは海水温の低下とも関係もするが、メガロドンの獲物となる哺乳類は海水温の変化などに対応することができたため、海水温の冷たい海域へと移動しても生存できたぜ。みんな寒いとこに行っちゃったの？古代魚であるメガロドンはそこまでの進化を遂げることができていなかったと考えられているぜ。獲物となる哺乳類たちが冷たい海域に移動してしまったことで、狩りを行うことができなくなり、絶滅したという説だぜ。最後の説は、現存するシャチやホホジロザメなど競合する生物の出現により絶滅したとするものだぜ。でもメガロドンはサイズからも凶暴さからも強さからも圧勝でしょう？もちろんこれだけ体格差があるわけだから直接彼らと戦えばメガロドンの方が強かったと思われるぜ。しかし、彼らとの戦いは直接的なものではなく、獲物を取り合うという間接的な戦いであれば話は別だ。あらら、ただでさえ環境の変化で獲物も少なくなっているのに、さらに新たに登場したライバルたちとその少ない獲物を取り合ったの？それは確かに分が悪いかも。さらに、進化を経て登場したライバルたちは海水温の低下にも対応していたとも考えられるし、体が小さい分、獲物もメガロドンほどには必要としないぜ。そっか、巨大な体を維持するためにはたくさんの獲物も必要なのか。そういう意味では少ない餌でも十分に生きられるライバルたちの方が有利だね。メガロドンの不幸はそれだけじゃない。生魚となったメガロドンは無敵かもしれないが、幼魚の時にはライバルたちに襲われることもあったかもしれないぜ。その結果、メガロドンは絶滅してしまったかもしれないということなんだね。以上の3つが、メガロドンが絶滅した主な原因とされているぜ。しかし、これらはあくまでも仮説の域を脱しない。全く違う原因があったかもしれないし、
もしかしたら全て正解で、これらが合わさった結果絶滅したのかもしれないよね。メガロドンは様々な説があるものの、現在すでに絶滅しているというのが一般的な見方だぜ。映画では古代からの生き残りだとされていたけど、まさかありえないよねー。しかし、一方で生存説も根強く存在しているんだぜ。なんでそう思われているの？その根拠は、海洋生物だからだぜ。そんなの知ってるよ。いやいや、そういうことじゃなくて、陸上と比較して海洋生物は環境変化の影響を受けにくいと言われているんだぜ。そうなの？実際、生きている化石と言われるシーラカンスも現代まで深海に適応することで生き残っているぜ。確かに、シーラカンスは恐竜よりもさらに前に誕生している生物なんだぜ。そんなに昔から？そのため、シーラカンス同様、メガロドンも深海に移動して、密かに生きているのではないかという意見は根強く残っているんだ。それじゃ、まるで映画と一緒だよ。また、発見される数多くのメガロドンの歯の中には、まだ変色せずに比較的新しい、白いままで残っているものがあるというのも事実なんだ。え？新しい歯も見つかってるの？とある研究者によれば、メガロドンが今も生きていることを否定するような証拠は何もないそうだぜ。ちょっとちょっと、生存説にも信憑性が増してきたね。さらに、生存説を確証つけようと言わんばかりに、巨大ザメの目撃報告は後を絶たないぜ。そうなの、もしかして本当にメガロドンは生きているかも。ただし、え？何？いずれも、メガロドンが実在する、と決定づけられるほどのものではないのが残念ではあるな。そんな、でも、生きていないという証拠もないからね、もしかしたら本当に生存していたりして、そんな危険な夢を見る人たちのために、メガロドン生存説に関する情報をまとめてみたぜ。大型のホホジロザメに、追跡用の発信機を装着して生態調査を行う実験をしている最中、なんと、装置をつけていたホホジロザメが何者かに襲われてしまったんだ。ホホジロザメだよね？あのどう思うな。しかも水深600メートルほどまで一気に引きずり込まれ捕食されてしまったそうだぜ。一体誰が？襲われたホホジロザメは3メートル近い体長のもので決して小さくない。これを加えたまま深海へと引きずり込めるのは一体誰だと思うだろうか。まさかだよね。しかしホホジロザメの凶暴性を考えると、どうしてもメガロドンが犯人ではないかと疑いたくなるぜ。そんなことから、この時もメガロドンが生きていて、このホホジロザメはメガロドンに襲われたのではないかと騒がれたんだぜ。本当に生きているのかな？しかし、この事件についてはシャチまたは大型のサメの仕業とも考えられなくもないため、まだ結論には至っていない。1942年、目撃された場所は南アフリカケープタウン沖だ。ドイツ軍の船の向こう側に映った巨大なサメの背びれと尾びれの写真が残っているぜ。映ってるねー。とんでもなく大きなサメのヒレが。このヒレの大きさは推定約30メートルを超える大きさであると言われているぜ。でもさ、ちょっと巨大すぎだし、シルエットだけだしなんだか偽物っぽくない？この写真はメガロドンの目撃情報としては最も有名なものだが、その真相は不明だ。次はオーストラリア、サウスオーストラリア州で目撃された情報だぜ。レイチェル、コーエン号が港で船の整備をしようとしたところ、船体に17本の巨大な歯が突き刺さって残っていたというんだ。17本も？この歯の大きさは8から10センチメートルで、そのサイズから推定すると、この歯の持ち主は25メートルにもなるという。しかも噛み跡の直径は2メートルを超えているぜ。25メートルの巨体で2メートルの噛み跡だなんて、この世に存在する生物じゃないよね。メガロドンしかありえない。日本でも目撃情報があるぜ。静岡沖の総府岸付近でカツオ漁船の漁師22人が目撃している。日本でも、しかも割と最近の話で、そんなにたくさんの漁師さんたちが見たの？ホホジロザメそっくりの見た目だが、全長は25メートルあったと言われているぜ。なんだかわからないけど25メートル級の巨大な生物がいることは確かなようだね。南アフリカ沖で、クジラを襲う巨大なサメが撮影されているぜ。ヒレの大きさから、これも推測18メートルと言われている。またまた南アフリカで、深海の調査中に、ロボットアームの前に巨大なサメの胸びれが偶然映り込んでいた。ヒレの大きさから推測すると19メートルであったと言われているぜ。南アフリカにはこのサイズの巨大生物はいそうだね。マリアナ海溝で、偶然撮影されたサメが推定15メートルあったと言われていたぜ。ついにマリアナ海溝。この映像はテレビでも放送されていたので知っている人もいるだろう。温泉ザメなのでは？という話も出ているが、真相は不明のままだぜ。メガロドンの強さはここまで紹介した通り、一人勝ちのイメージだな。しかし、実はメガロドンにもライバルがいたぜ。嘘？メガロドンでも叶わなかったかもしれない。
その強敵の名は、リビアタン、メルビレイだぜ。なんだか旧約聖書に出てくるあの怪獣の名前がついちゃってる。英語読みでリバイアさんの方が聞き慣れているだろうか。凶暴性、大きさ、スピードなど、メガロドン以上だったとも言われる古代クジラだぜ。このクジラの発見は2008年のことだぜ。割と最近なんだね。ペルー南部で、未知の動物の頭骨が見つかった。頭だけで3メートルもある化石だぜ。すぐに、クジラだろうと見当はついたが、特徴的なのは歯だぜ。巨大な牙が、上顎と下顎に並んでいたんだ。歯？クジラって歯があるんだっけ？プランクトンとか食べているんじゃないの？一口にクジラと聞くと、肉食のイメージはあまりないかもしれないな。しかしクジラには歯があるクジラがいるぜ。それが、ハクジラと呼ばれる種類だ。ハクジラ？ハクジラは肉食で、有名なのはマッコウクジラだな。深海の巨大イカなどを食べているぜ。時にはマグロやサケなども食べる。ハクジラは人間も襲う？マッコウクジラは、他のクジラやアザラシなどは襲わないので、シャチほどの凶暴性はないと思われるぜ。よかった。そして、このペルーで見つかったクジラの化石はハクジラのタイプだったということなんだね。形状からしてもマッコウクジラに属することがわかったぜ。しかし、現在のマッコウクジラは下顎にしか歯がないんだ。でも化石には上下に歯があったんでしょう？しかも大きいものは30センチメートルを超えていたぜ。これは捕食用の歯としては史上最大だぜ。さらに、頭蓋の側面に大きな空洞部分があった。噛むための、大きな筋肉が収まっていたと考えられるんだ。30センチメートルの歯って？メガロドンよりもさらに大きいよ。ということで、リビアタン、メルビレイという、聖書に出てくる海の怪物の名前が付けられたわけだな。納得だね。ところで、メルビレイは発見した人の名前か何か？これは、小説、白鯨の作者メルビルにちなんだものだぜ。凶暴なオオクジラ、モービー、ディックとの死闘を書いた小説だ。どちらも海の怪物に着想を得た名前になっているんだね。その後、オーストラリアやアフリカでもこのリビアタンの歯の化石が発見されたぜ。ということはリビアタンは南洋に広く生息していたようだね。化石が少ないためあくまで推定ではあるが、頭蓋の大きさから体長は13から17メートル。現在のマッコウクジラとほぼ同じくらいで、アザラシ、イルカ、サメ、10メートル程度の中型クジラなどを捕食していたと思われるぜ。肉食で、体は大きいし、シャチに似ていそうだね。しかし、シャチのように群れで狩りをするのではなく、単独で大型生物も仕留められたと考えられているぜ。生息の年代は1200万から1300万年前だ。ただ、リビア単属は500万年前ほどまでいた形跡があり、はっきりしない。さて、今回のテーマであるメガロドンもちょうど同時期に生息していたぜ。およそ2000万年もの間、海の覇者だったため、我々の中でも、絶対王者の印象があり、敵などいなかったように思われがちだな。でも、リビアタン、メルビレイの発見で、様相が変わってきたようだね。両者は体格もスピードもほぼ互角なようだぜ。先ほどの話からリビアタンが1300万年前から500万年前あたりまでいたとしよう。そして、大きなサメも捕食していた。はじめの解説で、メガロドンの推定体長は全長10メートルから20メートルと、幅が広くてはっきりとは分かっていないって言っていたね。ちなみにマッコウクジラはオスが16メートル、メスが12メートルくらいで、マッコウクジラ属であるリビアタンの推定サイズとも似ているため同サイズと考えられるだろう。すると、平均を取ったとしてメガロドンとリビアタンは同じぐらいのサイズだね。しかし、生物として考えると、魚より哺乳類の方がスペックは高いと考えられるぜ。なんで？体温も維持できるし、知能もメガロドンよりリビアタンの方が高いと思われるぜ。クジラとサメなら確かにクジラの方が知能が高そうだね。またメガロドンの絶滅については、前でも解説した通り、環境変化に弱く、シャチなどの哺乳類との競合に敗れたことを考えると、やはり哺乳類の方が上と考えられるだろう。戦えば、きっとリビアタンが勝っていたと思うぜ。なるほどねー。しかし、だからといって、リビアタンの勝ちとも一概には言えないと思うぜ。お互い自分よりサイズが大きければ襲うのをためらうだろうし、自然界において同格の生物が戦う理由は大抵縄張り争いだったりする。お互いむやみに襲うことはそうそうなかったのではないだろうか。お互い、嫌な奴だなーって避け合っていたかもしれないね。それに、メガロドンはリビアタンが消えた後もしばらく生き残っていることになる。王座にいた期間も長いことから決して、敗者なんかじゃないと思うぜ。やっぱりメガロドン強し。しかし、リビアタン、メルビレイは化石もほとんどなく、実像はわからないことが多いぜ。今後研究が進んだら、どんな風にメガロドンと共存していたかがわかるかもしれないね。今回の動画は以上だぜ。映画公開で再び脚光を集めるようになったメガロドンについて解説してきたぜ。
古代の海の王者が今なお生きているかもしれない、だなんて思うとロマンが広がるよね。今後テクノロジーが進化すれば、現在目撃されている謎の巨大生物の姿をはっきり映像に収められる時代も来るかもしれない。もしかしたらメガロドンとはまた違う新種の生物かもしれないよ。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてもらえるととっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。